さんあれいつだっけ夏ぐらいに出たあの漫画本やすさんの幼少期の「僕とおばあの不思議な話」っていう僕とおばあの不思議な話アマゾンとかでも買えるんですか買います買います定価いくらぐらいでしたっけえ770円770円の僕とおばあの不思議な話告知してくれてるなまあ見たんですけどあれなんかいいじゃないですかすごくあ本当ですかう嬉しいですはい あのかくれんぼ的な感じで一軒家に入っていっておじいちゃんに相手してもらったみたいなあ,あ、はい、はいはい、な,ないですか、はい、あれを読んだ時に、はい、ああって思った話があるんでちょうどやすさんに紹介したら今いいなと思ってええー、はい嬉しいはいなんかあの話もなんかすごくいいじゃないですかそうですね僕の中でその霊体を怖いと思ってなかった,ったね通に接してるからはい、でもそういう体験って結構 もしかしたらそれこそヤスナの漫画も幼少期の話じゃないですか。そうです,うです結構そういう年頃の子たちには当たり前なのかもなと思った話があってうん、うん、で聞かせてくださった方は数年前の時点で二十歳過ぎの女性の方だったんです。うんうん、なので今おそらくまあ二十五六とかそんぐらいかなと思うその方が小学校入る前ぐらいの話なんですよ。はい、で当時六歳とかで、うん、でご実家で。 で2階建てなんですよ、はい、ですも結構築年数いっててうん、うん、でそれっていうのもおじいちゃんおばあちゃんがもともと建ててくれた家に、うん、お父さんが長男なんで、うん、そのままそこの家に一緒に住み始めた、はい、なのでもうかなりの築年数たってる、うん、でそこにお父さんとお母さんとおばあちゃんと。うん で3人と自分で暮らしてたんですけども、はい、お父さんは、えー、もう朝9時5時で働きに出るみたいな方で,、うん、でお母さんも専業主婦なんですけども <laughs>、まあ、もちろん家事をやったりとか、はい、まあ洗濯物を外に干したり、まあ、料理を作ったりいろいろあるじゃないですか。うん、で、えー、そんな中ですね幼稚園から帰ってきたりして、うん、お昼過ぎぐらいからこの晩ご飯までの間とか、うん、そういうちょっとした自分一人の時間、はい、よくおばあちゃん遊んでくれたんですよ。 うん、でおばあちゃんが結構遊んでくれて 2>,、うん、2階の部屋におばあちゃんの部屋がある、まあはい、もともとおばあちゃんとおじいちゃんが使ってて、うん、おじいちゃんはもう亡くなられててみたいな部屋があるんですけどもそこで、うん、え昔の遊びを教えてくれたたりしたんですよ、うんうん。もうそれこそコマだったりとか分かりやすくめん<ー>だったりこれが実はすごく楽しくて、うん、で、おばあちゃんと遊ぶ時間すごい好きだったんですよね。うん でそんな中ですね、えー、普通にご飯だよって言われて呼ばれて下の階に行くみたいなことがしょっちゅうある。うん、でそれこそもう下の居までおばあちゃんとそのまま遊ぶみたいな時間も結構あるんですよ、うん、ですそんな日々を、えー、6歳の頃が、まあ、一番記憶に残ってるんですけども、うん、記憶には残ってないけどおそらくもう何年も前からこういう生活を自分はしてるんだなっていう、うん、おぼろげな記憶なんです。うん 覚えてはないけどきっと3歳4歳5歳の時もこうやっておばあちゃんに遊んでもらってたんだろうなただ二十、えー、歳過ぎた彼女からすると6歳の時の記憶が一番鮮明に残ってるんですようんその頃、六6歳の頃になってやっと気づいたんですよい、うん、いつも晩御飯、おばあちゃんんの分用意されてなで不思議には思ってたけどうん 気にしてなかったんです。多分子供特有の感覚というか、他の部屋で食べてるのかもしれないし、うん、別の時間帯に食べてるのかもしれないし、うん、そもそもご飯を食べない人なのかも分からないあんまり小食な方なのかも分からないしそこまで細かく気にしてなくていつも両親と3人でご飯食べてた、うん、である時あまりにも盛り上がっておばあちゃんと遊んでる中、えー、ちょっとご飯に行きたくないぐらいちょっと上で遊ぶのが楽しくて、うん、あどうしようどうしようと思っておばあちゃんと遊んでるからもうちょっと待ってって叫んだんですよ。はい したら、「何やってんの早く降りてきなさい」みたいなことを言われて、はい、下降りてった時にすごく嫌だったんですご飯食べることが、うん、もっと遊びたかったから、うん、この家はテンションが上がっちゃってたから「うん、でなんでおばあちゃん一緒に食べないの?」って言った時に、うん、この家におばあちゃんなんんななか住んでない?」ってうわでもなんかすごいいい話に聞,聞こえますね。いいで はい、ここまでで話を止めるか、はい、この先聞くかどっちにします何そのパターン <laughs> 初めてなんですけど、はい、え？聞きたいです聞きますえ聞かない方がいいんですかお母さんにそれを尋ねて以降、うん、おばあちゃん現れなくなったんです おばあちゃんがこの家に一緒に住んでることがおかしいことなんだって気づいてから、はい、おばあちゃん全く姿を見せなくなったんですよ。はあはああれと思った時に、まあ、子供心だから気にしてなかったんですけど二十、はい、歳過ぎた今になって考えると仏壇の上に家写真が飾ってあるじゃないですか、はい、おじいちゃんとおばあちゃんの写真飾ってあるんですよ。そののどっちちでででもなないいんんんすすよよ要は自分のおばあちゃんじゃじうわえ 誰と遊んでたんだって。記憶があって、彼女高校卒業して18歳で就職決まって家を出ることになったんです。はい、一人暮らしを始めるっていうタイミングで荷物整理してたら、はい、10。10。だから12年ぶりにおばあちゃん出てきたんです。夜うそう。見えたところ。ですよ、ね、そう。はい、明日旅立つぞっていう日の夜。はい、それも！ 年齢が年齢だったんでもともとおじいちゃんとおばあちゃんだった部屋を今自分の部屋にしてもらってたんです、はい、高校生ぐらいから、うん、その部屋の最後の夜おばあちゃん出てきたんですよ、うん、部屋のもう電気消してる状態ですよ隅っこの方に立ってるんですよ、うん、夜中ふと目が覚めてなんだか気持ち悪くて見たらおばあちゃん立ってるんですよ「うん、うわーってびっくりしたっつって「うん、あれこの人って?」っていうこの十数年前の記憶みるんですよ、うん したらそのおばあちゃんの姿ふうって消えるんですけども、はい、これが夢だったのかどっちなのか分かんない、はい、まあでも寝なきゃ、うん、思って次の日の朝起きるで両親が先に外に出て荷物の整理をしてくれて <laughs>、うん、自分が最後に建物を出ようとした時に建物の一番奥からそのおばあちゃん見送ってくれてるんですよ、うんうん、あれちっちゃい頃これもしかしたらこの人は生きてる人じゃないっていうのは多分、うん、記憶の中でわかるけども でも私は一緒に遊んでもらったし、うん、なんかその悪い記憶じゃないしって思ったらなんかねこの見送ってくれてる感じもずっと姿が見えなかっただけでそば、うん、で見守ってくれてたのかなって思ってありがとうって思ってたんですよ。うんはい、でも私はこの家出るからねって思ってそのまま家の前に出ようとしたら後ろから腕つかまれて、うん、えっと思ってそのまま振り返ろうと思ったさなか 例えば掴む側だとしたら掴んでこっちに引くんじゃなくて掴んでこっちにパーンってやられたんですよ。ほんほんほん。えそっち車道なんですよ。え怖っで幸い車来てなかったから大丈夫だったけどめちゃめちゃ怖くてうわーってひっくり返りそうになって、うん、おっとっとって言いながらくるっと後ろ向くじゃないですか家の塀のところから顔出したそのおばあちゃんがお前もこっちに来いって言ったんですよ。いやー。 そのおばあちゃん今も実家にいるんですっていうお話えっ見えるんかい聞かなきゃよかったヤスのナのほっこりした話からこれをなんでだよますああ動くでまつわる <laughs> まあそうですね恋愛といいますかまあじゃあ男と。 女のまあ愛情がちょっとあるような話でしょけど僕はもうねラムさんがもうえぐえぐだったんで <laughs> 僕はもうちょっと愛し合う風の話にしようかなと思うんですけど <laughs> まあ,あのお名前を仮にね小野寺さんとしておくとこの方が僕にすっごくねエリートサラリーマンというか、はい、まあ,あのサラリーマンって言っていいのかな、まあ、職業は伏せときますけどとにかくすごくエリートの仕事なんですね。でこの方がでも、ね、すごく もう堂々としてて頭がよくてで理路整然としてる方でまあ私よりちょっと年が今上ぐらいの方なんですけどこの方が「雨が僕は怖いんだよねって言ったらもう日常的に怖くないですか?」っていうと「うん、いや昔から怖かったわけじゃないけど」っていうのでまあその雨が嫌だっていう話は昔知り合った時に聞いたんですけどやがて僕は階段なんかをやってるっていうと。 いやそんなの集めてんだったら言ってくれよみたいな言うような相手じゃなかったんで僕も言わなかったんですけど実はその僕が雨が苦手っていう時のエピソードがあるんだよって言われてこれがまあもう元から嫌いだったわけじゃないんですね嫌いになったのはもうこの何年かっていうところなんだよってその時は言われて雨が降ってる時に家の窓の外にいつも人が来るようになったっていうんですね で雨が降ると家の窓を夜とかに夜とかに雨が降ると姿は見えないんだけど窓ガラスがコン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 ってマンションで叩かれるんですよでもマンションで叩かれるけど彼が住んでるのは構想のいいマンションなんでそんなベランダに人が立ったりするような場所もないのでもう叩かれるわけがないんですけど明らかなノック音が聞こえたりするとか人の気配がするっていうんですねまあ僕も聞きながら定番の話ではありますねと思っていたら。 ま、これがきっかけがあってって言うんですね。きっかけは？奥さんとの間に子供が生まれてからだって言うんですよね。で、この奥さんっていうのはもう1656 16 16歳ぐらい。若くて職場の後輩だった人らしいんですけど、うん、まああの2人ともですね。まあ、大恋愛ってことじゃないですけど、まあ、ね、なかなかの年の差を乗り越えてで、お互いがまあ、ちゃんと仲のいい夫婦なんですけど。 の若い奥様でもこの妻と結婚して子供がでほどなくすぐに妊娠して子供が生まれるようになった時からこの窓の外に雨の日にノック音が聞こえる最初は雨のザーッと聞こえの振りしきる音に紛れてるんだろうと思ったけども明らかに誰かが叩いてる音がするんでそれを見た時に奥さんが怖がるようになってであの男が来たっていううになったんですね。 あの男って言われるともうピンとくるんですよ二人の馴れ初めにもなっているのなんですけど奥様にずっとストーカーカがいたんですねはその職場に入ってきた時ぐらいからしばらくしたらストーカーにつきまとわれてでも全然知らなかったと最初はねあの周りの人間は知らなかったんだけどもやがて奥様がもうあの絶対に自分の身近にいる人間だからって言って。 でまあ、その職場の,まあそのハラスメントとかコンプライアンスの委員会みたいのに訴え出て、まあ、調査が始まってで奥さんが多分あいいつだろうって人がたんですねその人は同僚で、まあ、ちょっと先輩で,でもあの彼女のことすごく気に入っててとにかく誘うとでもいくら断っても誘ってくるっていう人だったんで多分あの人だと思う。 でもその人はですね若干そうやって女の子に執着して今までもトラブルを起こしてたんでもうみんなもさもありなんとなったら、うん、でも本人はいやもちろん違う違うって言うけど、まあ、やっぱりこいつだろうってことになってでその時にまあ上司だったその小野寺さんが「いやもうお前こんなの許されないぞ」と言って厳しく断罪して彼は辞めていったらしいんですね。 でその時に随分、まあ、彼女の力になったきっかけで、まあ、結局そこがきっかけで彼女と結婚はしたらしいんですけれども、まあ、そのストーカーがでそのストーカー辞めた後どこ行ったか分かんないんですよで結構すごくいいエリートの職場だから辞めた後ともしかしたら縁にこもっって自殺しちゃ死んで死んで私たちのことを恨みに思って幸せの夫婦の家に入ってこようとしてるんじゃないかと奥さん言うんですよ。 でそんなことあるわけないだろうって言うんですけどそうは言っても本当にノックオンが聞こえるんで怖いんですよねで奥さんはもうそれやがて雨が降ってくるともう窓の近くに寄らなくなっちゃったんですね<ー>でも彼はまあそんな気のせいだと思うとするけどやっぱりノックオンが聞こえるこんなの繰り返しあるのね台風が来た時にもうすごく雨と風がすごかった日に。 いつにも増しても窓もガタガタってまあ高層でもねやっぱりこう強い風でこう窓枠が揺れるんですけど絶対にそうじゃないような強いノック音がもうガンガンガンって聞こえるわけですよでその時にはも奥さんはもう別のベッドに行っちゃってたんですけどベッドの中にはもうその時4歳になる あの息子さんと一緒にぎュッと抱きしめてたんで,で息子が音聞くと「怖い怖い」って言うんですよお父さん「大丈夫だよ気にしないで」って言ってるんですけど音はずっと鳴ってでもお母さんが言ってる「お化けだ怖い」ってなるんですけど「大丈夫大丈夫」って抱きしめてるうちに息子の雰囲気が変わってきたんですね。 抱きしめてるうちにいつの間にか自分の方を見て半笑いになって半分笑いながら自分を上目遣いで見て自分をこうやってお父さんの胸を叩いてこうやって息子がノックし続けるんですねそれを見てえっとギョッとしたんですけどとにかく何か悪いものが息子の中に入ったんじゃないかみたいな気分でもうずっと抱きしめて息子はずっと笑いながらノックし続けるのをまあギュッと抱きしめてやがて息子は腕の中で眠って、まあ、夜が明けて 昨日は何だったろうと思うけど、まあ、息子はいつも通りなんですよ。ところがね、山口さん以来、すっかり息子がおかしくなった。特に雨の日なんかは、あの。息子の雰囲気が違う。で、今までは。 おお母ささんん子子いうすごくお父さん子だったってんですよ息子は。でパ,パパパパってすごく懐いてたからその日だって怖いとパパにくっついてたのに全く自分に懐かなくなって母親にだけベタベタ懐いてでお母さんに抱きついては今はもう結構小学校もう中学年ぐらいになってるのにそれでもいまだにお母さんとお風呂に入りたがるしでお母さんにベタベタくっついたりお母さんの布団で眠るとか言うんですけどでも,も今まで懐かなかった息子は急に懐くから母親は楽しくって。 いい,わよいいわよってするんですけど懐いてる時に母親には分からないように小野寺さんに父親の自分にだけ分かるように息子がたまに半笑いでこっちを見ながらこうやって母親を叩く仕草をするっていうんですねでもあの日の夜からあの窓の音のノック音は消えたけどあれで息子がおかしくなってってでもでますますなんかあのそれでもうそれ以来も雨の日もが怖くなって雨の日が来ると息子もおかしくなるからって。 って言うんだよ僕は「じゃあそれやっぱり話の流れだとそのストーカーが入ったみたいなイメージですよね」お払いとかした方がいいんじゃないですかで、まあ信じるか信じないか別にして、うん、何かその悪いものが入ったと思ってるんだったら、まあ、お金はいくらでもあるでしょうからみたいに言うとう,ーん言うんっていうんでいやいやいやされたらって言ってもんうーん実は僕ね やっぱりその辞めていった男がその後何かね自分たちに害をなさないかと思ってだからまあ彼女の告発とそれから自分がもうお前はって厳しく断罪したおかげでやめていったからやっぱり僕はちょっとね更新所といいますかまあ人に頼んで行方をちゃんと調べたんだよね定期的に調べるんだよ。 彼はね妻は死んだって言ってるけど僕はどこにいるか知ってるし死んでない上に今はもう普通に別のお仕事をしてご結婚もされて家庭もあるんだよねだから彼が恨みで来て,てるっていうんじゃないと思うんだよねそんなことはないと思うんだって「あじゃあ生きるようですかね」ってって「いやー違うと思うな何にも思ってないと思うよ僕たちのことはきっと」って言うんで。 いやでもじゃあって言ったらうーんまあこれ言うかどうか悩んだんだけど「やめえゆさん結局彼女をストーカーしてたのは僕なんだよね」って言われて職場に来た自分も15も656も若い女の子のこと大好きだったんですけどまあでも,もう仕事では結構もうやり手でこわもてで通してるしそんな女の子に今更口説けもしないわけですよでもすごく好きな子でああいう時ってね僕初めて知ったよと。 もう抑えききれなないいぐらい好きな気持ちが高まってだから何か意味もないのに電話をかけてみたりとか意味もなく彼女の休日に家の前に行ってみるとかやっぱりしちゃうんだよね我慢できなくてって言って「へえどこ行くんだ」とかあとついてっちゃったりとかでなんかそうするとそばで見てる人がいるよって自分だってバレたくはないんだけどなんか変な紙切れとかメモを郵便受けに入れてみたりとか何かしちゃうんだよって言ってその気持ちがすごい分かったっていう。 でそしたら彼女がところがそれでもう自分の恋心をなんとかそれで、まあ、あの解消してたはずなのに彼女が結構もうしっかりとコンプライアンスかハラスメント委員会の方に訴え出ちゃったんでもう犯人探そうと思えば結構あの探せないことがないようなことを多分しちゃったんだと思うんですよ。うんうん 職場の監視カメラでも何でもでももそこに行く前に彼女の方が絶対あの先輩だって自分を口説いてた先輩のことを指さしたから、うん、もうここに乗っかれと思ってもう自分も彼に迷惑を受けたっていう女の子の証言をいっぱい集めて「お前はこんなことやって絶対お前だ」って言って全部の罪をなすりつけて、まあ、職場を追い出したと。 でもその時にあのきっかけで彼女とも仲良くなってちょっとご飯とか食べるようになったら向こうから実はその私こんな若いけどあ,のあなたのことが好きなんですけどみたいに言われたんでなんだ職場でもかっこいい上司でなんで俺たち両思いだったのかストーカーになる必要なかったと思ったけど。 それで、まあ、めでた結ばれて子供がもうすぐできたってなった時にやっぱり自分自身のこのストーカーをしたりとかその罪を部下になすりつけて会社を辞めさせたとか本当に汚い人間のすることだからもう絶対こんな人間になるのはやめようと思ったんだもう僕はこれから先はいい人間で過ごすんだとその時の自分を厳しく律して捨てたんだよでも多分捨てたんだけど。 捨てた自分の方片割れが雨の日になると帰ってきて最後は息子の中に入っちゃったと思うんだよねもしかしたら最初から息子の中に入っててそれが雨の日に目覚めただけなのか僕には分からないけどだからやめうさんお祓いなんかして大丈夫なのかなだってそこに入ってるのきっと僕の魂の片割れですよそれを払ったら僕って無事でいるんだろうかみたいに言われて。 こういういいのを詳しかからご存知ですかっていうんであんまりないパターンの話っすっていうのは覚えてるんですけどそんなちょっといいですね、えー。話ですかね。 まあでもあの嫌がらせをしたりストーカーをしながらあのそれを助けてあげるふりをして恋愛をするのはある意味定番の手口の一つですからまあよく漫画とかではありますけど実際やるる人いるのかって <laughs> ああ実際やってるのはやっぱりその人以外に僕普通にしたことあるし見たことありますやっぱりあ<ー>。ぱりあのこれもまあ、うん、DM が来て急に、うん、でいろいろ話を聞いていくんですけど。 ある地区に住む20代の男性がいるんですよね。で、その男性っていうのがあの街でいじめられているんですよ。うん、で、街でかなりいじめられていてで、その中の主犯格というのが50代の男性2人。2> うん なんですよね。で、その二人をものすごい恨んでいて。でも自分っていうのは気も弱いし、もう何も強く言えないなと思ってるんですよ。でもどうにかこの人らに復讐したいし、人は吹かせたい。ものすごい文句言いたいなと思って。ずっと溜まっていく、どん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 溜まっていく中である出会いがあるんですよね。うん、それっていうのがあの神道にかなり詳しい方なんですよ。うんうん で、過去んのさんとかもやられたいとかなり年配の方でその方と話している,いるとなんかね、えー、と正しいい神棚のの祭り方っててうのを教えこれこうしてこうしてこうしたら正しい神棚の祭り方やからそうしたらまあ神様仏さんっていうのがすっとそこに入っていて君を幸せにしてくれるはずだよ、うん、守ってくれるはずだよって,言って信じてないそんなことは。いやもういいってそんなことって思いながらもあれこれ。 逆にしたらどうなるんだろうと思ってますよ。うん、でその人にすいませんとこれ失礼な質問かもしれないです。今さっき教えてくれたことを逆にしたら全部どうなるんですかって言ったら、うん、ああそりゃ禁忌呪いだよ。うん、人が死ぬよそんなことしたら、うん、やめなさいそんなこと言われた時に、うん、これだと思うんですよ。うん、これをやったら自分を呪っていた、うん、っていうかまずっと自分をもう本当にいじめ抜いてたあの人らを呪っ 殺害でき何か,か復讐できるかなって思って、うん、そっからもすぐに家帰って、まあ、正しい神棚の祭り方をしますその逆をしようと思って神棚を買うんですよ、うん、でやっちゃダメらしいんですけど、うん、一回全部バラバラにするんですよね神、うん、棚を。うん、でもう本当にあいつらを恨む。 うん、あいつらをどうにかしてくれって思いながら神棚をどんどん組んでいく、うん、組んでいってでその時に教えてもらったのが綺麗なお米と綺麗なお酒をそこに置きなさいねって言われたんで腐腐っったた米と腐った日本酒を用意してそこに置くんですよ、うん、でいろいろまあその後もやってこれ綺麗にできたけれどもこれどうないしようかなと思って。これがまあ近畿とはいえ そこのの中心に置くよう祭るも神棚に、うん、祭るものがないなと思ったんですよ。うん、どうしようかなと思ってたら寝ちゃって寝ちゃったら夢の中でその自分が恨んでる、まあ、男性2人がふっと出てきて夢の中に悪口言うんですよ「うん、お前は何もできんな」とか「うん、お前みたいなも別の地区移れや」とかって言われて、まあ、普段言われてることを夢の中でもぐーっと言われる「うわもうこいつらムカつくムカつくムカつく」と思ってたら「あれ?」と思うんですよ。というのも その2人がわーっと言ってる悪口言ってるとこの土地っていうのが自分の家の家近くにある小高い丘なんですよなんでこんなとこでこの人ら私に悪口言うてんやろうと思ってなんか不思議やなーと思ったらふっと目が覚めるこれもしかしたら何かの刑事かもしれないあそこに行ってみようと思うんですよ。 でその丘っていうのがまたもう面白い話でその地区では呪われた場所とかって言われていて腐った井戸があったりだとかまあおかしな現象とかあるからそこには入りなさんいよって言われてるところなんですよね田舎の。でそこは家の近くにあったからそこ行くんですよ。でいろいろ「まあ、ここで夢見たな」っていうとこを歩いてたらなんかふっとして見たらその丘の土のところが光って見えるんですって、はい、ピカーッと。 あれ光って見えるぞって「ここだここを掘ったらいいはず」なんか分かるんですよ。うん、で木の枝を持ってきてガッツガッツ掘っていくんですよね。ガッツガッツガ,ッツ,ガッツ掘っていったらガツンって何か硬いものが当たるんですよ。うん、えっと思ってふわーっと見てみたら木の化石なんですよ。で「あれ木の化石だ」ここの呪いのいわくの場所にずっと眠っていた木の化石、うん こんなもん絶対に悪いやつやん。これだ、うん、これを使ったら呪えるわって分かって、それを持ち帰るんですよ。で、家に帰って、和紙をぐるーっと巻いて、でそれで指をぐっと食いちぎって、血で持ってぐるーって巻いて、あっきさまお宿りください。あっきさまお宿りください。あっきさまお宿りくださいって言って、その、まあ、自分が用意した紙棚にフッと入れて、 ウラクするんですよね。アきキ様おやりください。あッキ様おやりください。アッ様おやり,りくださいって誰に教えてもらったでもないけどなぜかこの作法がわかるんですよ。うん、人を呪わなきゃいけないっていう。アきキ様おやりくださいって言って自分で用意した紙棚のおサイゼ箱があって、はい、そのおサイゼ箱に500円玉入れるんですよ。はい、ほんでこの500円玉入れるっていうのもおサイゼとしては良くないんですよね。これ以上円がないよって意味なんですよね。500円というのが一番上やから。うんうん 縁がないよとかっていう効果がないよとかまあ、そういう意味があってこれ以上っていう意味があってそれをやってで次の日になったらそこから500円鍵で開けて取り出して近くに人がたくさん亡くなってる池があるんですよ、うん、そこに500円玉ポーンと放り投げてはいこれでオッケー完了ですって言って手を合わせるんですって、うん、はいこれで呪いがもう無事あの人たちに行きましたとなぜかわかるんですよね、うん、だけれども まあオリジナルのことやし行くにしても本当に聞くかどうか分からなかったんですよ。なんですけど1ヶ月経ったぐらいで、うん、ああやっぱり何も起きてないから、うん、あれは俺がもう「はい」になってて、うん、でそれで何かやっちゃってたけれどもこれ多分何も効果なかったんやなと思ったら立て続けに2人死ぬんですよ。<え>バタバタと、うんえ「あれオリジナルでやったもんだから聞くわけないの?」にと思ったんですけど2人なくなるんですよ。うん その時にノロイっていうのをやっぱりかけると自分にも返ってくるのか、二0いくつやのに内臓二つなくなるんですよ。うん、急に腹痛くなって、うん、病院行ったらこれもダメです。切り取らなきゃって切除して、まあ内臓二つなくなるんですよ。うん、そういうこともあって、これほんまに呪えるんやと思って、でもすごい怖くなっちゃって、でお母さんとかまあいろんな方に相談するんですよ。で相談したら、まあすごいえーとね霊能者がいるから。 その人にお祓いしてもらえないさってなるんですけど、その人もお祓いできないとかって言って、て、紙棚持ってくけれども、うん、ちじゃ無理、うちじゃ無理、うちじゃ無理って言って、で、あるすごい霊能者がいて、その人を曰く、あなたは口寄せをしたでしょうって言われるんです。うん、何も言ってないのに、うん、血でもってあなたは契約をして口寄せをしたから呪い姫がついていると。うん、その呪い姫っていうのがあなたの守護霊を食っちゃってるから、だからあなたにはいいことがこれ以上起きませんよ あなたが持っている紙棚どうにかして捨てなさいあなたの手から離しなさいって言われてその呪い姫っていうのもああれかなって思ったりするらしいんですよ。でその時にどうしても手放したいから神社とかお寺行っても誰も引き取ってくんないこんな悪いものは無理無理うちではって言われてで僕のところに連絡したんですよ。へ<ー>引き取ってください <laughs> あれかで 一人に行って現地をぐるぐる回ったんで、はい、ちょっとその時の写真がまたまだ写真あるんですかはいあるのでちょっと見ていただきたいんですけれどもはい、はい、こちらですで,、はい、でまあ実際に五百円玉放ってて人も亡くなってるみたいですねで言っても亡くなってるって言っても現在ではなくちょっと前の話らしいです<ー>、はい、次お願いします はい、こういういにまあ柵があるんですよ、うん、で入れないようになってるんすよです今この柵の上から放ったらしいんですけど実際は柵がなくって昔はで、まあ、ここでよく人が命を落としていたらしいですでさっき言っていたあの呪い姫っていうのにちょっと思い当たりというかあれ,あれかなって思うのがあるって言ってたのが彼あるところで働いてたんですよレストラン喫茶店の方って言ってたんですうん、うん、そこはちょっとこちらなんですけど次お願いしますはい。 ここですね。今立て直ししてるんですけど喫茶店かレストランって言ってましたね、うん、崖っぷちに立ってるんですよ。でこの崖っぷちに立っている喫茶店かレストランで一、うん、人でいるときに写真を撮ったんですよ。はい、なんとなーくそれが次あの女性が写ってるって言うんですよね。<え>それが彼いわくここやって言うんですよ。あっこの ガラスというか窓の奥がもう崖なんで、うん、映ってるわけないし映ってるとしてもこのソファーの前側に立ってないと座ってないとここで映らないんですよ。何、うん、かが映っちゃってるって言って、うん、多分これがそうなんだろうと思うって話をされているんですよ。うん、で次お願いします。でこういうふうにちゃんとはい、うん、まあ神棚でもって祀っていてもうお塩とかもあるんですけど全部ダメにしてるって言ってました。日本酒したも全部ダメにしてる。うん、はい。で次お願いします。 これがあの要はぐるぐる巻きにした木の化石ですねでちょっとあの血の部分が見えるんで裏返ししてますけれどもこの裏がもうべったり血がついてますね本当に指食いちぎってベタっとしてるんで、うん、でこれを引き取りに行ったんですよ僕、はい、で引き取りに行かせてもってあなたはごぜんじゃ引き取らせていただきますねって言って車乗ってる時に移動してる時に言わなきゃいけないこと一つあってって言うんですよどうしたんですかって言ったら あの実は林さんにお渡しする前にもう一人やっちゃって「ってですよえみたいな「いやあの二人は本当におれるんですけどやっぱり村の人たちが許せなくてもう一回やったんですよ」そしたらすぐに効果出てまたやった2日後3日後ぐらいにある寺であの、まあ、集まりがあってそこでわけわかんないんですけどその会合の中の一人が、えー、と視察されたんですよ。 急にでしかも刺した側も訳分かってないんですよなぜか刺しましたみたいな刺していてで自分としては実はその人は恨んでなくて自分が入った後に入った若い方がたんです唯一その子だけは恨んでなかったんですけどその子に言ったからって言って罪悪感がすごくって怖くて引き取ってくれませんかなってたらしいんですよねより早く引きっ,、うん、っていう話があって、で。 実際、部下もこの神棚を持ち帰って家で祀ってるんですけど、ちょっと今回はこの中央に写ってるこの木の化石をお持ちしたので、なるほどちょっと見ていただければなと思います。要はポケットに入れてこれますよね。ポケットって何かを入れるものなんでね。いや、そういう木の化石じゃないよ。血の付いた。そのために作ってはないからね。まあ、そういう意見もあります。 基本だと思いますそれが一つの意見としていただきます。もう血の部分をちょっと見せられないんで、はい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 。こうな、まあついてる。思ってたよりついてる。そうそうそう。思ってたりついてますよね。僕もこういう感じで。うわあ生々しいなこれ。そう思ったりついてるんですよ。かなり。でちょっとこれをめくっていきます。すみません。血が見えちゃうかもしれないんで。 これがあの木の化石ですね。これが見つかって。ああこれをまあ媒介媒体として呪いの神として扱って。仏かとして扱って神か神として扱って、うん、でそれでその人を呪ったっていう神棚に祀って。<ー>うん、っていうものですね。そしてその。ええー、と、あんま入っちゃいけないよって言われて、曰くの丘から。掘って見つけたものって言ってましたね。<ー>はい。で、僕は引き取ったんですよ。これを、はいはい、引き取ってから。 あの女性がねすごい苦手ですその人は、うん、なんですけどこれを拾ってからっていうもなぜか女性側から声かけられるようになって、うん、彼女できたりしてるんですよ。えー、めっちゃゃいいいじゃなでですかこれはねで その呪い姫というのがついてるから女性とはうまくいかないよって言われたんですけど実際この神棚を手放してから、まあ、自分の中で気持ちがきれいに、ね、リセットできたからモテ始めたのかもしれないですけどねうん、うん、そういうのもあって今うまくいってるんでっていう、まあ、人助けかなと思いながらね確かに聞き取ったんですけどなんかその写真が送られてきて、うん、あの実はねその人もともと超ヤンキーなんですよ。うん 超ヤンキーなんですけどその二人をムカつくなと思って呪い始めてからどんどんそのヤンキーやったのがシュンとなっちゃって今目も合わせらられなないいぐらい暗くなってるんですよ、えー、それっていうのも性格が変わったのも呪い姫とはついて自分の好みに変えていく自分が吸いやすい気を吸いやすいように変えていくから多分そうなっていったんだろうねって話になって。なるほどねっていう、はい、オリジナルの呪法でもって、はい、あのられていたはいあの好みにていた。 その人い曰くですけど、まあ呪いの神様。神だな。っていう話です。だから、この呪い姫も今。早瀬さん家にあるってことですよね。あ、だといいですよね。だといい。呪い姫が。いや、はい、いや,やな。いやいや、乗っかってる方がいいっしょ。いや、そうなってしまったら、僕ホテルニューハイセに泊まらない。いや <laughs> いやいやいや。ニューハイセって。<laughs> <laughs> とねあのー、最近やっぱねそのスリラーナイトでもいろんなお客さんからお話いただくんですけど基本<う>まあ15分のステージなんですよ、ねはい、だから、はいはい、ある程度のお話のこの長さというか尺がある方があ,<ー>あ,のありがたいといいますか使いやすいんですけどでも中にはね「そのこれごめんなさいすごく短い話なんです」と言って聞かせてくださる方もいて、ええ、確かに。 まあその尺は足りないけど、えー、一瞬のこの破壊力というかあそうですね短いけど怖い話ってのもあるじゃないですかあありますありまますすすそうですよね数日前来られた若い女性で,、はい、ではその方があの小学生の時に、まあ、これ、若い方ですからね、はい、携帯電話を持ってる、はいるとある日家帰ってで、まあ、家の中でね一人で遊んでてまだ両親帰ってくる前だったと。はい で、ふと気づいたら、自分の携帯電話がないと。<う>あれ、私どこ置いちゃったんだっけと思いながらで。探すけど見つからないと。じゃあ、と思って、家電から自分の携帯に電話をかける、はいはい、で、何度かコールなった後に、誰かがガチャッと出たらしいんです<う>で、低い女性の声で、はい、もしもしって言われた途端、彼女、家電ガチャッと切ったんです、はあ、ってい。うのが、 もうなった時点で今自分の携帯がどこにあるか分かるんですよ。じゃあその女って、えー、その狭いソファーの下にいるってことなんですよね。親が帰ってくるまでやっぱその携帯取り出すことできなかったっていうョンですよね。 こんばんは。まず、はい、バタバタと始まりました。はい、よろしくお願いします。ライト、ライターおっしゃいます。村田ラムと言います。よろしくお願いします。はい、会談しで、ええ、本も貸していただいております。山優と言います。よろしくお願いいたします。いや、そんな感じですか。お、ああ、一コの話を。そうですね。なんで、そうですね。何にしようか迷ったんですけどね。うん。 結構最近の今年の話しようかなと今年の夏ぐらいの、はい、でなんか t w、えー、ツイッターのまたツイッターなんですけど <laughs> ツイッターの DM であの「自殺したいんですけど、はい、<laughs> 一緒に受会行ってもらえませんか?」っていうのを聞きまして <laughs> で、まあ、普通誰に聞いても無視しろかことをブロックするようなんだけど、ね、まあいいかなと思って話だけでもとりあえず聞いてみるかって。<laughs> はいで いいですよって話聞いてたらまあなんかいろいろあって死にたくなって、うん、死にたくなっていろんなとこ相談したんですってその電話の自殺相談みたいなとこ行ったらこう「うん、いやもうやめてそういうの自殺しちゃだめだよ」みたいなことを言われれば言われるほど死にたくなってって、うん、<laughs> で本とにもうちょっと死にたくなっちゃったので「受回行ってもらえません?」って言われて。うん まあ「行ってみますか」って言って、ねはい、7月ぐらいあいや5月ぐらいに来てちょっと忙しかったんで「ちょっと1か月半ぐらい先でもいいですか」って1か月半かじゃ生きてたらお願いします」ってそれで ちょうど夏になったんで「あのまだ生きてますか?」って「はい、生きてます」って来たんだじゃあ行きましょう」ってなって僕だけでちょっと案内するのもちょっとあの自信がなかったので、うん、僕はいつも一緒に受会に行っている、うん、あの K さんというですね、うん、普段エリートサラリーマンをしながら週末に受会に行って自殺遺体を探すというですね <laughs> とても趣味のいい人がいまして、ね「闇深くていいですねじゃあちょっと案内してもらっていいですか?」って言って「はい、青木原樹海」に僕とあの K さんと自殺をしたい女性3人で樹海に行くっていうすごいツアーが <laughs> 広げられまして <laughs> 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 でなんかまあちょっとその時現地集合にしたんで河口湖で待ち合わせしたんですけど。はい 「あのむさんですよね」って来てめっちゃ明るい女の人が来てああ思ったよりも,も,うもうそう見た目もまあ、はい、そのいわゆる綺麗な人なんだけど、はい、それ以上にこう,もうめっちゃテンション高くて明るくて、はい、ニコニコーっとして。 なんかもう最初そん、まあ、やっぱり言って自殺するから暗いとも思ってないんだけど、はい、こんなに明るいかっていうぐらん,んでる感がないのに何かなんか本当にキラキラ、はい、キラキラッとした感じでで、ね、もう「羽村さん本当にあれで」とか言って「待ちきれなくて一 <laughs> <laughs> 人で死のうと思って儒家行ったらっと」と <laughs> <laughs> <ん>か言って。 警官隊に囲まれて <laughs> な,んかなんかなんかね、<laughs> うんうん、医者に相談しちゃったらしいんですよ受会でしに<ー>、ね、お医者さんからいろいろ何があったのかわかんないけどこうバスで移動してたらバス <laughs> 通報が行っちゃったんですかね何にもないところでバス止められて中に警官隊がわーって乗ってきてなんとかさんですよねって言われてそのまま連れてかれて <laughs> <laughs> なんか取り調べ受けてそんなになっちゃいました <laughs> でそれは災難でしたねみたいな、ね <laughs> <laughs> 圭さんと合流してだったらそういうボランティアがないところから入りましょうみたいな <laughs> 秘密の入り口みたいなところから樹海入ってで、まあ、歩きながらこうこの「この枝は行けますかね?」みたいなこと、うん、言ってさすがにこれで行けますよやりましょうみたいなこと言うとさすがに教唆になっちゃうからとかです、ね、工場になっちゃうからとかやりましょうはまずいですよねさすがに。だかから全然ごまかしてたんですけど ととかかもいやでもででこれぐらいい釣ってる人いますよ足つってもいけますよ足つってもいけるんだみたいな話してるからだんだんこうモラルが <laughs> う下がってってそうでもうこれであーなるほどねとか言ってこう気をこうやればいいのかとかやったりしてて、はい、ででもですねその圭さんはやっぱり言って探しに来てるので、うん、本人の目的はこう「あのターミネーター2」のこう。 人間探すターミネーターみたいに一歩一歩探しながらこうすことけでしょ樹海をそうかそうか下下を探してるからそれを真後ろで見てたらめっちゃ探されるんだそういうことですよねその後を感じさせれるわけですもんねそうそうそうだからその人はやっぱ見つかりたくないから樹海で死りたいのにめっちゃ探されるじゃんってなるほどもう見つかるじゃんとかになって。 でなんかで、ね、それでそれでちょっと樹海で死ぬのどうかなとも思ったりしたらしいんですけど <laughs> で,でだんだんもうそんな僕とか圭さんとかとしゃべってたら、うん、なんか死ぬ気がうせてきたらしくて何 <laughs> 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 かいやなんか、まあ、全く死ぬ気持燃料がなくなるとも思えないけどい、うん、なんかとりあえずその <laughs>、うん、やっぱりこう死ぬのをやめて って言われてるとめっちゃ死ななくちゃになってたんだけど、ね、なんかそんなんで本当にだんだん死ぬ気がなくなってきましたってまあめでたしかなと思ったらなん圭さんが「いやーそんなこと言わずに死んでいいんですよ」<laughs> <laughs> 僕が見つけても通報しないんで見つかってないようなものですから <laughs> そううだ競争しましまょう <laughs> <laughs> 見つからずに死ねるか見つけるかの <laughs>「競争しましょうよ」すごいですね言っててね,っね、はい、<laughs> 怖かったっていう <laughs> レクター博士のような人だもいやもうだからそれ言われると <laughs> それこそさっきの話じゃないですけどその人にはすごい薬になってるんじゃないですか変な話、うん、そうなんですよね多分 だからも<う>それが、ねまあ、これはもう怖い話じゃないですけど <laughs> 僕も圭さんも趣味悪いことは分かってる自覚もあるし、はい、人を救う気もないんだけどただ、めっちゃ自殺しようとしてる人を見つけて助けて僕2人やって、はいてさんも確か数人、はい、<laughs> 見つけてあの自殺やめさせてるから実は救ってる数が多いっていう,、ねうね、変な話なんですけどね。やっぱりあの、うん 闇に落ちた人は闇にいる男たちにしか救え、救えなす <laughs> み,みたいなのがあるんですね。か <laughs> 救おうと思うと救えないみたいなところが皮肉だな。<laughs> いや、でも、そういうことですよね。<laughs> うん、本当そう,いうとす。じゃ、あちょっとやりますか。はい。はい、今回のテーマ、怪人、怪女、はい、うん、異形、妖怪。といえば。 なかなか深いテーマです、ねうん、おお、いっぱい出た鹿島さん紫ババーターボババとかね鳥、うん、の花子さんまあ口裂け女なんかね一番有名なす、ねねまあね、でかいねすごいです、ね、人面犬なんかもね<ー>私の子供の頃に流行りましたけどね、はい、なんか知らないのあります逆に僕ね、あれ知らなかったんですよねちょっとさっき見せてもらってアクロバティックサラサラ知らなかったんですよこれ実は、はい あ、そうですか。結構有名ですよ。うざいですね。二千八年とか。そうですね。八尺様は知ってるでしょ八尺様はでもネット上でも、この中でも代表するネット。ものすごくあのう、体の大きな。おそらく白い格好をしている帽子をかぶった。女の人で田舎にいて、ポポポポポポ言いながら。たぶん若い男の子とかを生贄に求めるみたいな。のの、すぐ後に出てきた二チャンネルの。 同じく2チャンネルそうです。えー、一応会談というか目撃情報として発、うんえー、尺様に似てるんですよ。でも反対に赤い服を着ていて、うん、で、えー、すごく背は大きいのは共通してるんですが、こう牙が生えてて口が裂けててそうなんだで、えー、傷だらけで。 すすごくアククロバティックな動きをする髪の毛がサラサラの長い髪うんだから<あ>うちの地元ではアクロバティックサラサラって呼んでるっていう書き込みが面白いですねあるしずっと過去からある幽霊とかそういうものの共通点が全部貼っておきますね、うんえー、それ私はあのこの<ー>それこそ怪人怪女の要素をハイブリッドしたのがアクロバティックサラサラだと思いますね口裂け女もそうだしう、ね、あとね黒目がすごい。 あの大きいっていうのも、これは多分話すと思いますけれども、泉の広場の赤い女。はいはいはい。の要素も入ってるし、まあ赤い服っていうのはまさにそうだし、八尺様の大きい。え体がすごく大きいっていうのもあるし。これなんかびっくりしたのが実は八尺様、実話っぽいんですよ。これ響さん。あの有名な D. J. の響さん。洋平さんが取材したんですよね。で、どうやら八尺様はもともとは、実話で、やっぱあんな感じで。 田舎にに久しぶりに帰ってお盆かかなんかで,でタクシーで帰ろうと思ったら横にでかい女が俺でポッポって言って、うんうん、で椅子巻きなくなってでそのことを言ったら村主がおわがってて「やばいやばい」っていう引き戻されてなんかお笑いさせられたって話っぽいんですね。で場所ねそう言ってたんですよ。 でも僕ね、この時ね、悲しいことに、八尺様って間違ってね尺八様と思ってて、ずっと。あー、まあ、ん <laughs> で、板子さん、よく言ってますよ。ずっと尺八様って言ってましたそう、めっちゃ自信ありに言ってて、八尺、うんね、様って聞いた時に、あこれは2チャンネルで広がった尺八様の、ちょっと違うやっちゃうかと思って、真面目に聞いてなかったんですよ。だからね、ちょっとの、ね、失敗しました、どこか場所とかね、響 <laughs>、うん、さん、ちょっとまだ来たなと思うてまあそうですね。まあ、でもその、うん、やっぱりね、背の高い、うん、 大きな女で、やっぱり赤い服を着ているっていう実話会談として、まあこの辺は都市,で都市伝説、ネット会談なんですけども、本当に実話会談実体験者の体験談として、背の高くて赤い服を着ている女が街を歩いていたり、あるいはね、3階とか4階の窓を覗いてきたりっていう話が 非常に私はたくさんあの収集しているので実体験談としてもやっぱりあるんですよね。多分あるんでしょうね原型になるものが絶対あって、うん、不思議なんですよね。この実は赤い女も,も僕も昔から集めてるんだけど一時ねぱったりなくなったんですよ。そ、うん、それれははどういういタイプで,わかんないですかか僕もそれだから本当に、うん あのネットの初期の頃は割と幽霊赤い服着てる女がでかくはないですね赤い服を着てる女がいる、うん、ですごいスピードで動くみたいなのがあったんですようん、うん、でそれが一時なくなって、うん、でまたこの56年で増えてきてるような気がするんですよねちょっとでかくなるんですけどね、うん、う何かこうきっかけなるのもそらくね赤い服の女っていうのが目撃談としても増えたっていうのは、うん、まあえー、ネットだったり映画 まあ、特に映像作品とかで、えー、すごく象徴的なバズる、うん、キャラクターが出てくるとやっぱり目撃団の方もそっちに引っ張られちゃうんですよね。うん、あの印象がぼやけてるものを見るわけじゃないですかやっぱりね、うん、あの幽霊みたいなものを目撃している体験って。だそういう時にはっきりもうくっきりパッキリうんなるほどこういう感じか」とかやって見ないわけじゃないですか特徴はこうかパッと一瞬見てうわってなってる時に。 解釈コードがあるとそっちに引だから貞子が出てきた時はやっぱり黒、ねうん、髪長いで白いなんか上着、うん、顔が見えないんですよ、ね、見えなくて、ね、でもうロングコートかってぐらいのワンピースの白いいものを着ているという幽霊の目撃談が非常に多くなっ、うん、てか今でも多いですあれ不思議ですよね、うん かといって話を聞いたら、まあ、この人少ななくとも何かか見てるなんてるるんですよね、うん、だからやっぱり一瞬ぼやけたものを見ただけだから何、うん、かの解釈行動説明として貞子に引っ張られるんですよ。で同じように「赤い女」っていうのは貞子ほど国民的いやもう世界的大ヒットはしてないですけど、うん、おそらく原型イメージとしてあったのは「えー、本当にあった怖い話」のオリジナルビデオ2の方ですね、うん、2> 第2弾の方の「夏の体育館」。 うん、っていう話で鶴田典雄監督が<い>、えー、やった赤い女を赤い服を着た女の幽霊が体育館の2階部分に出てくるでその時の中でダンサーの方が女優さんでや演じたらしいんですけどまあひどくこういい動きなんですよねああ<ー>こう,こう奇妙な動きするんやの、ね、体の芯が多分な,んかもないようなないっていうかうんそうやっぱりダンサーさんなんか なんかうんまあ、とにかく女優さんの方がやったらしいんですけど<ー>でそれが非常に黒澤清志映画監督、うん、黒澤清志さんなんか大絶賛してもうあの人ずっと自分のホラー映画で赤い服の女の幽霊ばっか出してますから動き方もそうだもんねそうこういうなんとも言えないそうなんですよだからねそれが80年代末ぐらいなので、うん、おそらく90年代とかには 赤い服の女の幽霊っていうのは、やっぱり刷り込まれたんかなっていう。お気に入りとかある。お気に入りの話でしょそうっすねー。うん、お気に入りとかってなると、うん、僕もやっぱ。その家族とかから聞かされて、何その話って、さっきのお母さんの話もそうですけど。うんうんうん そういうのが多いですねなんかあのちょっと前に僕もなんか喋りながら思い出してた話が1個あるんですけど、うん、ちょっとまあこれも沖縄の文化だなって思うんですけど、うん、あの驚いたりとかすると、うん、沖縄の人って魂の一部 うんまあ、マブヤっていうの落ちるって、昔から言われてて、うん、で僕らもそうすけど、まあ、沖縄の人が見てくれてたらわかると思うんですけど、びっくりした時に、うん、例えばこの椅子に座りながら、うわーってびっくりしたとするじゃないですか。うん、そしたら、座ったまんま、マブヤマブヤ、ウーティクヨーって言うんですよ。うんうん、で、やることで自分のびっくりした魂を元に戻すっていう、こう、ちょっとした儀式みたいなものをやるんですけど、昔、あの、友達の家に、 遊びに行く機会があって、うん、その友達が、えーとまあ、仮にりょうく君っていう名前にしとくんですけどそのりょうく君がすすごい怖い怖話好きなんですよ、うんで。僕ん家で怒ったばあちゃんとの話とかを友達に僕はしてるとそのりょうく君が「いや僕もね実はお兄ちゃんからこの間こういう話聞いたんだ」とかって言って話し出すんですけど小学生が今話すようなあの歩いてたら後ろから。 髪の毛引っ張られたとか夜中トイレ行こうとしたらその隙間から誰かが歩いていくのが見えたとか、まあ、ちょっとこう本当に秒で終わるような階段を何個もこう喋るような感じの子で、うん、で仲も良かったんでよく遊んでたんですけどある日、えっと、こ,のこれが、ね、金曜日か土曜日で次の日学校が休みの日だったんですけどく、うん、君が「今日うち泊まりなよ」って言ってきたんですよ。だけど僕自身その 家が友達同士のその溜まり場みたいになってたんで、あんまり友達の家に行くってことがなかったんですよね。はあ、だけど、泊まりだよって言われて、遊びたいしなと思って、母親にそれを相談したら、あっちの親がいいって言ってんだったらいいよって言われたんで、あ、じゃあ、泊まれるかなって言ったら泊まれるよって言われたんで、じゃあ行こうよってなって、僕ん家で遊んでたんですけど、僕はもうりょうくんちに行くことになったんですよ。で、チャリで来いで、5分ぐらいで、すぐ、着くような。 あの、アパートだったんですけど、そのアパートが変な形の L 字型なんですよね、この。L なんですけど、うん、L のこの反対側の面が、こっちの L よりちょっと出てるんですよ。うん、だからなんかこう、角部屋が一個奥にあるみたいな、なんか変な形の家だったんですよ。うん、で、りょうくんちが階段登った、その廊下を突き 抜けたその一番端っこ。うん、角部屋の隣の部屋なんですよね。だからそこに行くまでに、こう、廊下を歩くんですけど、3階建てだったんで、こう3階までタン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 と登ってって、りょうくん家に向かってまっすぐこう廊下を走ってたら、古いアパートだったんで、左側にドアと、その横にすぐ窓があって、そこは多分キッチンなんですよ。すり戸みたいなのがあって、うん、こう柵があってみたいな。 りょうくんちに向かってパーと走ってたら、まあ、301、302みたいな感じでこう抜けてった、角手前のお家の、そのキッチンのすり戸がスッて開いてて、うん、そこからおじさんがすり戸にこう顔をはめた状態で、うん、おーいって言われたんですよ。で、僕は、 普通に走ってたんで急に「おーい!」って言われたもんでうわーってびっくりしてこっちの手すり側にドーンとなったんですよね。うん、でえって思ってとっさにすいませんって言ったらガラガラって閉められてえって思ってパッてりょうくんの方を見たらあそこのおっさんよく怒るんだよねって言われてえ怖すぎるんだけどって言ってすぐ立ち上がってびっくりしたって言いながらりょうくん家に行ったんですよ。 で、ドア開けてもらって。で、お母さんがいて。りょうくんが、今日、安泊まってもいいって言ったら、ダメだよ、と。明日、昼から出かけるんだから。止められないよって、言われたんですよ。え、許可取ってなかったって思って、ごめん止ま、止まっちゃダメだってって言われて。<laughs> <laughs> 帰れってことっ,つっ,てっ,てっ,てっ,って言って。ごめんああー、わかったって。じゃあ、また、来週なって言って。 で帰るんですけどまた同じ家通るからちょっと恐る恐る通って帰っていったんですよ、うん、で家着いたと同時にばあちゃんが僕のことじーって見てて何って言ったら何でもないとあれと思ってまあ夕飯食べて母親にりょうくんさちょっと許可取ってなかったから泊まれなかったよみたいなえそうなのとかって言いながらでもその間もずっとばあちゃんこっち見てるから何って言ったらお前どこ行ったのかって,言って友達の家行ったんだよって まぶやおうとしてきてるよって言われたんですよ。うん、ああ確かにりょうくんちでめちゃくちゃびっくりしたわ。あれかなって言ったら、お前友達と遊んでる時幽霊見てないのかって言われて。見てない。だから自分のまぶや落ちてんの分からないんだよって言われて。ああ、そうなんだ。え、どうしようって言ったら、明日おばあも一緒に行ってあげるから、起きてから取りに行こうって言って。分かったって言って、まあその日はもう飯食って風呂入って寝たんですよね。 した朝8時ぐらいにばあちゃんが僕のケツをバンバン蹴りながら「おっきれい」みたいな感じで言われて「何?」って言ったら「間部屋拾いに行くよ」って言われて「あ行こう行こう」って言ってばあちゃんの手をつないでそのアパートまで行って、うん、で「あんたの間部屋上にいるけどあっちか?」って言って「そうそうそう3階のあそこだよ」って言ったら「じゃあ行こうか」って言ってゆっくりばあちゃんが階段登って僕後ろから押してで廊下まで出たんですよ。 そしたら、お前、昨日あれ見てないのかって言われて。えって言って。見てごらんって言われて、ばあちゃんにも見てごらんって言われたんで、幽霊見えるようにしてパッて見たら、僕のことを脅かしたあのおじさんがいた家の玄関のすぐ横に、男の人の霊が立ってたんですよ。お<う>で、あれってなって。あんなところに霊いたんだ。まあいいからとりあえずマブヤ入れようって言って、その霊のを通り過ぎて自分のマブヤを入れてもらったんですよね。そしたら、 この人困ってるはずだからって言って、あんた下からサン取っておいでって言って、草でできたこう、お守りみたいなのができるんですけど、その草を取ってきてほしい。わかったって言って、一回まで降りて、その草取って戻ってきたら、ばあちゃんが自分のカバンから塩をこう、玄関の前に撒いたりとか、米撒いたりとかしてるんですよ。で、そのサンにお酒なのかお水なのかちょっと忘れてたんですけど、なんかかけて、それをドアの横に立てかけたんですよね。うん そしたら階段の方からこう買い物帰りみたいな奥さんが来て「何してるんですか?」って言われて「あうちのばあちゃんがちょっと今あのお祓いしてて」って言って「はお祓いいやそこうちなんですけど」って言われて「私の家なんですけど」って「あなんかドアの横に幽霊立ってますよ」って言ったら「はい?」って言われて。 いや、ここに男の人の幽霊が立ってて、って言ったらばあちゃんが、まあいいよごめんね、私言うたなんだけど、こっちにちょっと変な霊がいるから、のけとこうね、って言って、はあて言って、ちょっとだけもう終わるから、って言って、えー、はいお願いします、はいはいはい、はいって,って、あ、もうこれで終わりだから、これ立てかけてあるのあの、捨てないでね、枯れるまでは置いといてちょうだい、って,ってあ、はい、って,ってなんかありがとうございます、うんあああ、あんた、 お家のことで何か変わったことないかと特にないですね。ああ、じゃあよかったさ。何もなければいいんだけどって言ってばあちゃんと帰ったんですよ。で、次の週になって、そのりょうくん家にまた今度、あの、泊まるじゃなくて普通に家に遊びにおいでって言われたんで行ったんですよ。で、そのおじさんの家の横を通るときやっぱりちょっと怖いんで警戒しながら行こうとしたらドアが次ガチャンと開いたんですよ。うん、で、おおと思ったらそのおばちゃんが出てきて、 あ、あんたさ、この間、うちの家の前であの、お祓いしてたおばあちゃんと一緒にいた子だよねって言われて。あ、そうです、そうです、って言ったら、どうしたんですかとか、あの、おばあちゃんに、あの、ありがとうって伝えといてほしいって言われて。なんでって言ったら、その、うちの旦那が仕事とかいろいろうまくいかなくて、えー、ずっと怒ってたんですって、家にいる時も。うん、何やってもうまくいかんみたいな。もう俺はもうダメだみたいなこと言ってて、まあ、そういうのでイライラしてるのを、 あのキッチンの横の上のところから顔を出してタバコ吸いながら目の前子供たちがキャッキャするとおいって怒ってたらしいんですよ。<ー>だけどその旦那さんの、まあ、仕事というかあの性格が一気になんか変わった感じになって、うん、すごい穏やかになってタバコもやめてさおばあちゃんに見てもらったことでなんか家の雰囲気ガラッと変わったのよとだからおばあちゃんにありがとうって言っといてって言われてあ そうなんだよかったです」って言ったら「あ,あんたにこれあげようね」って言って僕ヤクルトをもらってそれもらって飲んで帰ったんですけどばあちゃんにそのことを説明したらばあちゃんが「私のヤクルトは?」って言われて何も言えなかったっていう話です。<laughs> 飲んじゃったから。僕がやったわけじゃないけど報酬は僕がもらったっていう。<laughs> 子供にやくるとはもうしょうがないよね。いやもうそれはもうもらった時点で後ろの方歯でカリカリやってチューてて飲んでました、ね、いや後ろの方ではい、後ろでや,やるけど。それ <laughs> 飲んでましたね。だからかお気に入りというか最近思い出した中で一番なんかばあちゃんの冗談も聞けたし<ー>不思議だったっすね、あれは。その霊がた家の横に立ってるから家の人に何かこうもたらすこともあるんだなっていう。 実際中に入られたとかじゃなくて、<ー>そいつがいるから雰囲気が悪くなるっていう。僕がでも逆の立場だったら、はい、帰ってきた自分の家の前で勝手にお払いされてたら、うん、ビビるけどね。そのなんか、言われた通りに、あはハ、い、イってならないけどね。沖縄だからでしょうね。ええ<ー>。ええ、だと思います。今思ったら。 早瀬さ,さんに紹介したい怪談や体験談があったら聞かせてくださいということなんですけど、はい、以前ちょっと話したんですけどこの映像を見てないなと思ったんで映像選ばしてもらいたいと思ったんですけど、はい、僕生き量がねすごいらしいんですよ。あなんか聞きますよはいで、ずっとこびりつくんですよここびりつくこびりりつつく生き量がだから僕写真撮ったら僕の前に顔があったりとかダブってちゃんと顔が映らない時期っていうのがすっごいあって。<laughs> すげえ で一回亡くなったんでですよ <laughs> でこの亡くなってまた最近もちょっとそれっぽいのが増えてきてるんでうん、うん、あもしかしたらまた生き量ついてるのかなとは思ってるんですけどこの生き量ついてる時ってマジで味覚変わるんですえどういうことですか味覚変わるってほんまにあの僕めちゃくちゃキムチ嫌いなんですよ。はい、で嫌いなんですけど焼肉とか好きで多分出てくるじゃないですか。はいはい、でいつも手につけないんですよ。<laughs> で息量ににれてる時に なんか食ってみようとも思わなかったのに思って食ったら止まらなくなって<ー>でそれから毎日も肉よりキムチになったんですよえすご数か月間、はい、で家でもその当時に時に親父と住むことになって親父も一星めっちゃキムチ好きやなと思って毎回キムチ出してくれるんですようん、うん、でキムチぶわって食うんですけどある日突然ピタッて止まってまずっってななたんですよ。なんかはまあのー、ってるのとあもういいや食べ過ぎてと違いますね、うん、まずはないですもんね。 っ戻ったんですよ。で、突然なんですよその二口目ぐらいでまずって全然味が違う感じにしてでも同じものですもんね出されてるものは。うん、そう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 でそれ以降も親父はキムチつけと思って出し続けるんですけど一切僕箸つけないんですよ<え>もう食べれなくて今、はい、っていうぐらいの時があってすごいっすねそれほんまに変やったんですよ、はい、で、まあ、ドッグカフェドッグランやってるんですけどワンちゃんにもめちゃくちゃ嫌われるしええー で今までオープンからずっと仲良かったワンちゃんがいて、はい、もう僕見たらキューンってもう泣きながら走り寄って遊ぼう遊ぼうってやってくれる子がその通った時は僕が行ったらわあ、うん、って駆け寄ってくるんですけど尻尾巻まいて逃げていって、えー、マジでですよ、はいで。これちょっとおかしいぞと確かに。なって「でぞっと持っていう横浜でやってる上松壮さんとやってるイベントに向かってる時に。はい 電車に乗っってたら、ら今度女の人じとと見られるとかうん、うんで。あとは YouTube 撮影してる時に、まあ、考察の時間で「幽、ま、霊、あ、ってどこでもいるからここでもいると思いますよ」って言ったらうん、うん、スマホを爪でカンカンカンってノックされる音が入ってなってい、本当になんていうのアンサーしてくれる生きりようたんですよ、うん、でずっと。でその時に、まあ、お客さんがぞっとものイベントとって。<laughs> た時になんかおかしなものが写ってますっていう写真がまず見てもらいたいんですけれどもこちらですねはいえそう証拠取れるもんこれなんですけどうわきんわすごいこれ総さんね普通じゃないですかはいはい、はい、でちょっとこれ酔ったりできますできません顔すご,すごくないですかこれ顔えぐいでしょう なんかターミネーター2みたい。ちょっとどういうこと？あのブワンテなってる時、液体窒素の金属で液体窒素みたいな感じ。顔をショットガンでバーンと打れて治ろうとしてる時みたいああ確かにねグニョグニョってなってすごいですねこれ。これエグいじゃないですか。はい。僕の目じゃないんですよ完全に。いやってかもうわかんないですもん顔がどうなってるか。で別に僕高速でわで動いてるわけじゃないし、はいはい。そんな派手な動きしないんで。えすごい。でもう一個見てほしいのがここなんです。え？ 指僕の手のところにマネキュアの指が3本乗っかってるんですよ。はい、えっうわっこ,この白色のことですか緑、ちょっと薄い緑白ピンクみたいになってるやつなんですけどあじゃあこれで携帯電話コンコンしてたってことですかそ<う>うわ、すごいっていうのがあって、はい、で僕がゾッとしたのはこの数日後にたまたま池袋で十数年前にお付き合いしてた元カノにあったんですよ。はい <laughs> はい でその子の爪見たら <laughs> 全く一緒だった<え>か,かの、はい、はい、であれと思ってちょっと鳥肌だったんですけど、うんはい、なんか最近あったって言ったら僕と恋愛して直後に、あのー、結婚されたんですよ。はい、で結婚されて数か月前に離婚したと。はい、で離婚したんだよっていう話を聞いた時にもしかしたら離婚っていう時にやっぱ苦しかったじゃないですか。はい、お互いこう違っとか <laughs> その時に <laughs> 別に飛ばすつもりとか僕のこと憎んでるとかじゃなくて、うん、あのまあ一個前の恋愛が僕なんであの時楽しかったなって思い出してる時に飛んでたんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、はい、でもすごいこういう現象が多い中で,でもう一個見てほしいのが僕 YouTube で「コアダンっていうチャンネルもやってるんですけれども、はい、こういうエピソードを喋った後に「アンサーしてくれるんです」って話を一緒にやってる子に言ったら「うん、じゃあここで一回やってみましょう」って言った。 試しの映像があったんですようん、うん、じゃあ試しましょうって言ってここいるんですか、はい、みたいな時にアンサーが入ってたっていう動画なんですけれども、えー、なんすかそれ、はい、そこの空間にいたらお返事もらえたら嬉しいですいますか聞こえましたね、まあ、ち,ちょっとちっちゃめなんですけどなんか言っ、はい、聞こえた,たなったよねなったね <laughs> そう。でも、などこから。この辺かなって気がする。横の人は三メーターぐらい身長あります。え、ないね。なんか、おかしくないですか、これ。確かに。ね座り方ね、百八十くらいですね。え、僕の。ちっちゃすぎません。これ、幼少期ですか。いや違う、おかしくないですかこれ。大きさ、そっち気になっちゃって。あの、成熟してます、こっち。え。でも、だ、ちょっと確かに、かすかに。 声みたた。いなの聞ここえましたこれちょっとねまたあのイヤホンとかで聞いたらもしかしたらわかるかもしんないであじゃあ見てる方々は,はね聞こえたかも、はい、これコメントとかって見られたんでしたっけ見られないんでしたっけあこれで見られるんですねそう。うえっと、どうすれば。ああ、はい、出ました出ました 3ルいやいらんこと言うからいらんこと言うからちょっと申し訳ないでも聞こえましたよねでもねうっすらあほら完全にいますって聞こえてますみたいなあほらほらほらこれやっぱり聞こえてる人多いですねすごいでその後に「嫌いなんですか?」とかいう問いにも「うん」っていう返事してたりとかがちょっと分かりにくかったでカットしちゃったんですけど入ってたりとか結構マジでアンさんに答えてくれるっていうあすごいっすねこれ面白い。 へぇーあ、びっくりしたいますかあ、いう…わ、ほんまやちゃんといますって言ってますねちゃんと言ってるでしょはい。すごい。そうなんですよ。ますあ、聞こえた、聞こえたって出てますね、やっぱり。しかもなんかその、さっきのマニキュアもそうですけど、予想行きじゃないですか。完全に楽しい時のな感じですもんね。確かにそうですね。家 という感じはストーーみたいなんだから楽しい感じで、うん、ずっとやっぱり国沢さんのことを思い出していてっていうのはあったかもしれないですね。はい、い今はえちななみに大丈夫なんですかそのょっとまたね写真撮った時に顔がかぶり始めてるんですよ。えー、あやばいなったと思ってます。だからみんなが撮ってくれてるつのツイートとか見てたらちょっとかぶってなこれっていうのが何となく感じれるようになったんですよ。 もしかしたら飛んできてるかもなーっていうのがあって今それで感覚ではわかるものなんですかそのあその写真とかじゃなくあ今なんかちょっとおかしいなっていう一瞬とかってあったりするんですかポイントあの味覚ですやっぱりやっぱ味覚なんですね味覚でまたちょっと変わり始めてるところがあって<ー>すごいそれでちょっと怖いなって思ってたら写真がかぶり始めてるのを見て一個もしかしたらまたなんか別のもんかもしれないし<ー>でこれ一個このいますの声聞いて思い出したんですけどはい。 昔この、まあ、YouTube で、はい、今から2年ぐらい前にも撮影したときに同じような声が一回入ったことがあって、はい、それが女の子とのなんかちょっとフェイクでやったものなんですけど <laughs>、はい、要は女の子と2人ねこう自己物件みたいなところにおって、まあ、僕がくくみたたいいなっ、うん、っててうことをボケでやってたんでやんすよそしたらもう現場でも聞こえたんですけどその子のカバンの中から「痛い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 たい,たい,たい,たいた」っていう声聞こえて。<laughs> カカバンからカバンンかからすごいだからスマホが言ったんかなと思って「はい、え気持ち悪い気持ち悪い何?」って言ってもスマホも何も反応してないんですよ。よ、はい、っていう声とこの「います」っていうのが結構似てて、えー、もしかしたらその頃に離婚の原因やったんかなって今思ったんですけどそうすごくどっかで「痛い痛い痛い」ってほんまに言うてて、はい、それがスッとここでも聞こえたみたいな。でもなんかこういうのを聞くといやそんなわけないやろって思ってる人もいるかもしれないですこれ結構ガチで、うん あの僕も体験したりとかすするんですよねそれこそ今事故物件住んでますけど朝10時ぐらいにオルゴール持ってないのオルゴールになるんですよ。でなんやこのしかも爆音なんですよね。で壁から聞こえてて、はい、気持ち悪いなと思ってたらあの夫婦で歩いててで家の近くを歩いてたら急にリが反応して「うん、亡くなった人の曲は検索できませんでした」とかって出るんですよ。うん、なんやこれと思ってたらその 流れてたオルゴールっていうのがナウシカの「ラン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 ってやつってあれナウシカレクイエムって言って亡くなった人へのみたいな鎮魂歌みたいなんで、えー、だからもう全部ビタッとあって、はい、いやこの映画やんと思って、はい、確かにその時はなんかバチッとハマりすぎて怖いっていうよりはハマった <laughs> の方が自分の中で強くってあんま怖くなかったんですよねハマりすぎてバチッてパズルじゃんって思って。はいはいはい だからなんかこれもわかりますすごくそうなんですよだまだ一つの物語にはなってないかもしれないですよ、うん、これがね今後ですよねまた今後まだ第二章の被り方してきてるんで僕が、えー、じゃあその元カノさん飛ばしてるかもしれない、はい、付き合っちゃいいんじゃないですかそしたら飛ばさないんじゃないですか、うん、幸せにしてあげてくださいよそしたら飛ばさないし辛いから多分飛んできてるんでだから付き合っちゃえば飛んでこないですよ、うん、解決だと思うでしょうはい 再婚したらしいです。<laughs> あ、じゃ、そこで何かあったのかもしれないですそ,そこでまた何かあったのかもしれない。つ <laughs> ら<辛>。<laughs> やだな、なんか、その人の、なんか、はい、いい悪いと連動して、こっちにも来てくるっていう。<laughs> 今、その味覚変わった、さっきおっしゃってたのは、同じようにキムチなんですか。キムチじゃないですよ。なんですか。この。生姜。生姜苦手な。僕、生姜わさび、ええー、辛子、全滅<あ>なんですよ。確かに、なか、一緒に食べ行った時も、わさび抜きっておっしゃってましたもんね。はい、そうなんです。そうだ、そうだ。 だけど生姜が全然食べれるようになって,て、ええー、もうじゃあすっごい今いい時期ですね。生姜なんて美味しいから、<laughs> <laughs> 生姜なんてすごい美味しいですから。今の時期はそうなんですねそ。それは感謝ですよね。はい、はいはい、むしろ逆に好きやったものが嫌いになってるかもしれないし、ええー、ちょっとそこもまだ見っ、えー、けてないんですけど。面白い。はい。すっごい話ですねそれ。味覚ですね。味覚だ。 じゃあこんな感じで僕も、はい、僕が逆にロックさんにお届けさせていただきたいなと思うわけですけどもあの実際に僕はそういうスリーダーとか現場では勤めていないのでどういうところで話しいただくかっていうと投稿でいろいろお話をいただくんですけどまあその中でああ 不思議というかあそういう形の感情の表し方っていうのがあるんだなと思ったお話なんですけど、はい、えとお話の、まあ、主人公って言い方しましょうかが A さんという女性であると、はい、でこの女性というのが自分が20代の頃に、えー、看護学校に通っていたそうなんです、はい、で訪問看護実習っていう実習があるそうなんですねでそれっていいうのが2人1組ぐらいで まあ要は要介護であったり要支援であったりする人のお宅のところに行って2人1組で大体お世話をするとで1時間ぐらい身の回りのお世話をしてまあ,そのありがとうございましたって1日の仕事がそれで終わりみたいな。で A さんがそこの看護学生の頃に先輩と一緒にとあるお宅にその訪問看護実習で伺ったと。 B さんという、えー、仮に B さんとします B さんのお宅にはです、ねまあ、1人の70代の女性の方がお住まいであるとでこの方というのが最近体を壊してしまって、えー、介護や支援が必要になったので、まあ、A さんが今から行くとでこの B さんという奥,奥様なんですね奥様は、えー、数ヶ月前にです、ね、自分の旦那さんを、まあ、5秒気で亡くされていると。 で、えー、旦那さんもご自宅で亡くなったそうなんですけどそのまあ B さん、えー、自分の旦那さんを、ね、いろいろ看護とかお世話をしてお家で見送ったと、うん、で、その見送ったはいいものの、まあ、その疲れとかいろいろ溜まってたんでしょうねそれでご自身も体を崩さ,崩されてしまって介護とか支援が必要な状態になったと。うん で、まあ、A さん伺いましてそのお宅にピンポンをしてきましたって,って「じゃあ今これお世話します」っていろいろ家のことであったりとかお体拭いたりとかいろいろやっとそうなんです。でだいたい40分ぐらいである程度の工程が終わったので一応20分あと時間があるんでじゃあその B さんという奥様とその A さんと A さんの先輩と3人でまあちょっとテーブル囲んで普通にお話をしようじゃないかって。であの最近天気がいいですねって普通にこういう会話をしていたそうなんですよ。そしたら A さんがはって思ったのがお話をしている B さん奥さんの横に今まで誰もいなかったのにちょっと目を離してパッて見たら男性が立ってるんですってほ<う>あれ男の人いなかったけどなんでこんな人急にいるんだろうなと思ってで A さん今までにそういうお化けというか幽霊みたいなものっていうのは見たことがある人ではあるんですよ。だからあ多分 この世の人ではないんだろうなとは思ったらしいんです。うん、だけどこの人が誰なんだろうってことを知りたかった。うん、家の中見たそうなんです。まあ、ご実家ですからいろんなものが置いてある。なんとなく名刀を知る隙に一枚の写真に目が止まって、あ、多分この人、数ヶ月前に亡くなった旦那さんだと思ったそうなんですよ。うん、まあ旦那さんがまあ奥さんに何か思うところがあって出てきて今いるのかなと思って。うん、だけど一個だけちょっと不思議だったのは、 その男性っていうのが奥さんに向かって白い箱ののようなものを差し出し出てるんです奥さんは、まあ、それ当然見えてないですから全然わからないそうなんですけど奥さんの横に中見てよと言わんばかりに何かが入ってるだろう白い箱っていうのを差し出している、うん、あの白い箱何なんだろうって A さんは見ていて。 だけどそのうちに、まあ、奥さんが気づいてくれないからなのかわからないですけどその箱を差し出していた男性がスーッていって消えていったと、うん、ああ不思議だなと思いながら、まあ、その日車に乗って先輩と一緒に戻るわけなんですけどその途中にその先輩にちょっと聞いてみたんですってあそこのご家庭って奥さんと旦那さんってどういう関係性だったんですかってちょっと聞いてみたら。 ご結婚された後に少し関係性が悪くなってしまって旦那さんが亡くなられる時にその奥さんと何て言うんですかねちょっといがみ合いじゃないですけれども多少こう感情の行き違いでぶつかるようなところもあったとだからなんか2人で別れる時によかったねっていう感じで多分死去されてる死別されてる感じではないよみたいなことを聞かされたとああじゃあちょっと問題あるご夫婦だったのかなと思ったらそうなんですけど。で その日以来 A さんが夢を見ると、うん、決まって同じ夢を見るようになったそうなんですでその夢っていうのが、まあ、こういう感じなんですよ2人でなんか向かい合ってるんですって片方に A さんが座ってるで A さんなんですけど喋ってる声とかはは A さんではないんででないすよ、うん、誰かとある女性の中に A さんの意識が入って他人の中に自分が入ってるような感覚なんですって。うん で目の前にいるのは男性でここにテーブルのようなものがあって多分どうやら喫茶店であると。で自分はケーキ食べてるんですって A さんはそして目の前の男性はコーヒーっていうのを飲んでいると、まあ、デートかなんかの状況であると。で A さんは自分ではない女性の中に入っているけどこの女性の感情っていうのが分かる。うん、この目の目前ににいる男性に対して 大好きだと、うん、本当にこの人といる時間が今楽しい、うん、結婚したいっていう気持ちでいる女性の中に A さんが入ってる、うん、そんな夢を毎日毎日見ると、うん、で自分が食べてるケーキっていうのはイチゴのショートケーキで飲んでるのは向こうもコーヒーで毎回決まったものらしいんですよだからこの夢っていうのはいつも見るけど何なんだろうなと思ってたでそんな日々が続いていくうちにある日また訪問看護実習の日やってきたと。 で次行くのがこの前行ったその B さんのお宅にもう一回行こうとなったんですよ。ああのののお宅にもう一回行くんだあの白い箱差し出し出てた男性のと思いながら先輩と一緒に車に乗ってその B さんのお宅に向かっていたら車のルームミラーのところに一瞬だけパッてそのなくなっていた箱を差し出していたあの旦那さんとおぼしき人が一瞬だけ見えたらしいんですよ。うん、だからあ今見えた 今から行くところの亡くなった男性旦那さんが見えたから多分何か旦那さん奥さんに伝えたいことがあるんだろうなって A さん思ったらしいんですよでまあ実習ですからまた B さんのところに着きましたで先輩と2人でお世話するんですけどその時は B さん奥様と一緒にもう一人いらっしゃったんですねでこのもう一人いらっしゃった方っていうのは、えー、B さんの娘さんなんです娘さんなんですけど普段は一緒に生活してないけど今日はたまたま、えー、お母さんの世話をするために 娘さんが来ていただから4人っていう状況で、まあ、お母様の世話をみんなでいろいろやってでこの前と一緒のように、えー、テーブルという越しに4人で座っていろいろお話をしていたでその時にその娘さんっていうのが言ったんですってうちの、えー、母は父といろいろありまして、うんえー、最後の時とかもいろいろ感情の齟齬とかがあって結構大変だったんですよねでそういうことを母はあんまり喋りたがらないんですよって言ったらまあその B さんがね いやもうそんなこと言わなくていいじゃないみたいなことを言いながらでもね昔はいろんな思い出があったのよって言って語り出したっていうのが2人が結婚して間もない頃にいつもデートをしていたとでそのデートでよく行っていたのが喫茶店であったとで喫茶店に行った時に旦那さんっていうのはいつもコーヒーを飲んでいた。 そそしてて B さんんといいいううのはいつもケーキを食べていたそうなんですねで。その時旦那さんっていうのが「僕はお金がなくて今はケーキをいっぱい食べさせてあげれなくてごめんね」みたいな「頑張って稼げるようになったらケーキいっぱい買ってくるからね結婚したらそうするからね」ってなってで実際結婚した後も旦那さん仕事から帰るたびにいつもケーキを買ってきた「買ってきたよ食べて」って言ってで奥さんももう,もう毎日毎日ケーキばっか買ってきてもう私太っちゃうじゃないのみたいな。 そう毎日そんな感じで一時期はね旦那とはそういう感じだった時期もありましたねって奥さんが言った時にああ自分が見てた夢って多分それだと、うん、旦那さんと奥さんのことを私見ていたんだと思って、うん、ポロって言っちゃったんですって「うん、それってもしかしてケーキっていちごのショートケーキでしたか?」ってそしたら B さんの B さっていうのがびっくりして「えっそうだけどなんで分かったの?」みたいな「あっ ごめんななさいあのなんとなくそう思っただけなんですって言ってそこは伏せたそうなんですけどで実習は終わりましたでその後 A さんはもうその B さん奥様のところに行く機会っていうのはなかったそうなんですけど自分が勤めているその訪問の,あの看護学校のところに後お手紙が届いたそうなんですねそのお手紙っていうのがその B さん奥さんの娘さんから届いた1通のお手紙であったと。 でそのお手紙によると、まあ、その母を、えー、見てくださってありがとうございますとで母は、まあ、あのあの後もいつも通りのように元気にしておりますとであのちょっとお伝えしたいことがありましたとでこの B さんの娘さんっていう方もどうやらちょっとお化けとか霊を見たりすることができる方だそうなんですよである時お母さんのお世話をしている時にふと一回目線外して母の方に目線戻したらリビングで座ってる母の横に 父が立っていたと。うん、父が立っていて、その時またなんか白い箱を捧げていたと。でその時角度でその箱の中身っていうのが見えたそうなんですね、うん、で娘さんが何だろうと思って見てみたらそれっていうのが箱の中にはいちごのショートケーキが入っていたそうなんですね、うん、で父っていうのはそれを差し出していたで母は当然それは気づかないけれどもってなってで、その時もお父さんファーって言って切れちゃったそうなんですよ。で、娘さんさんんがお母実は、ねって お母さん見えてなかっただろうけどね実は今お父さんが横に行ってってこれこれってこういうことで説明したと。うん、でお母さんはその時もうポロ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 涙こぼして「もういいのよそんなことしなくて」で、て。でやっぱりその2人は若くして結婚したそうなんですけどやっぱり若くして結婚したがゆえに、ー、少し結婚生活が長く続いていくうちに。 まあ気持ちのかけ違いボタンのかけ違いのようなことがあったりしたとで旦那さんは一番最初の頃は毎日毎日ケーキを買ってきていたそして奥さんもそれを食べていたけど感情がの底が生まれるに従って旦那さんもケーキを買ってくることがなくなったとで奥さんもショートケーキいちごのショートケーキを食べると旦那さんのことを思い出してしまうからまあそのいちごのショートケーキ食べないような生活になっていったと。で 結局自分たちが死別する旦那さんが亡くなる時にはちょっと険悪の中ですらあったでも多分旦那さんの中では謝りたたかっっでしょうねうきっとねきとすごい口下手で不器用な方だったらしいんですけれども何とか自分の気持ち亡くなった後もあの頃のことを思い出してよというかこれに気づいてほしいんだよっていう感じで一度このショートケーキを差し出していたんじゃないかと思いますと亡くなってからでもなんか人間って感情の やり取りりとかやり直しができるんじゃないかってい、うん、償いっていう感じのお話なんですけど聞かせてい,い,<ー>いやねこの階段って、まあ、往々にしてねその怖さだったり、はいえね、やっぱりこう震え上がるような話っていうの多いですけどただ見方一つで違う側面から見たときに、えー、実はそれってすごくあの愛の話だったりとかね。はい ありますすよよねねそうなんですよ、ね、だから僕も何て言うんですかねお話いろいろもらって怖いっていうのももちろん好きなんですけれどもなんかその最近ちょっとこういう話に僕弱いんですよね、うん、なんかすごく自分の金銭に触れる部分っていうのがあって、うん、亡くなってからでも、うん、なんかなんだろうやり直しができるじゃないけど、うん、もう一度なんか仲良くなりたいっていうそういう気持ちを示すこともできるし。うん 奥様は気づかなかったけれどその娘さんに言われてもういいのよって言って、うん、これで一つ開講できたと思うんですよ、うん、だからそういうことがなんか「あの神殿の世界」とかあの素敵だなっていう感じですよねうんああそうですね 都市伝説ではなく実話怪談ですもんねでもちょっと実話怪談なのか都市伝説なのかちょっと微妙な話で、うん、一応体験者さんはいるんですよ、うん、その方が小学校2年生3年生ぐらいの時に近所にクエストマンっていうやつが出るっていう噂が流れたんですね。 でなんでクエストマンっていうのかっていうと別に自分でそう名乗ってるわけじゃないんですけどその男なんだけどね自分でそう名乗ってるわけじゃないんだけど子供たちを見かけてはやっぱ話しかけるんですってあの空飛ば浮かせてくれるおじさんみたいな感じで話しかけてきてこのクエストをやって成功したらご褒美あげるよってでファミコンのカセットもらった子供ももいるとかほんまにくれるんや。 まあまあその人はそのまだ噂の段階だからね本当かどうかまだ分かってなかったけどああとにかくそういう話があってでもやっぱり見かけたんですってある時 <laughs> 話しかけられたんですってで想像したのと違っておじさんを想像したんだけど結構顔立ちの綺麗な若い男、まあ、多分今から考えると20代前半か後半かまあでも年齢不詳のおじさんっていう感じじゃない若者。 だったんですよでやっぱりこの君たちに今からクエスト与えるけどそれをクリアしたらご褒美あげるよって言ってくるんですってまあ一人だったら絶対わーって逃げたと思うんですけど A 君 B 君と3人でいてでなんか A 君が「やれやれやれ!」って、まあ、ちょっとお調子者だったんでやったんですよね。<laughs> で、うわ、ええくん、そんなこと言わなくていいのにと思ったんだけど、じゃあ、君には、このクエストを与えよう、つって紙渡してくる。で、それが、今から考えると、この新聞の文字を切り抜いて作った脅迫状みたいな、<laughs> あの誘拐犯が送りつけてくるようなやつ。で、えー、ポスターに3本鼻毛をかけ。ポスターの顔に3本鼻毛をかけ。 書いてあるで3人ともほっとしてなんだ何か変なこと要求されると思ったらそんなことかってで,でそのクエストマンが渡してくるマジックでじゃあこれであそこに書こうって指したのがあの看板に貼ってある。でそこでみんななえっっっててちゃ 一応子供なんですけどつい最近先生にその選挙のポスターは破ったりいたずらしたら犯罪なんで逮捕されますよって釘を刺されたんですね。うねうえこれはと思ったんだけどもう A 君もうやるって言ったからにはっていう感じでその立候補者の顔に、まあ、バカボンのパパみたいな感じで3本鼻毛を描いた。ああ素晴らしいで 君にはご褒美あげよう。まあでもこれは簡単なクエストだからお菓子だけねってまああ玉とかチョコレートとか入ったお菓子の袋をもらったらしいんですね。じゃあもっと次のクエストやるもうもっといいものあげるよファミコンのカセットもあげるよっていうふうに言われて、うん、ああやるやるっつってそしたら今度はマンションの屋上からスーパーボールを投げろって言って5個スーパーボールを渡されてでそのままマンションに入っていくんですね。でまあ、今だったさすがにそんな あの集団グループが入っていったら止められるかもしれないけど当時緩かったからだし、うんねうん、の顔立ちも綺麗な普通の若者っぽい感じだったんで普通にその入っていってまあ当時は屋上とかも上がれてでそこから「ほら投げろ投げだ」って言われてで今度はんかね熱に浮かされたみたいになって3人でわーって投げたんですで今から考えると結構危ないことしてるなとまあ石とかだったら多分躊躇したんだけどだスーパーボールだからいいやみたいな感じでーっとわってわわってみんなに投げて。 で「あ素晴らしい」はい、で、じゃあ君たちにはもっといいものあげるね」って言ってなんだっけ、まあファミコンのカセットほどいいものじゃないんだけどなんかおもちゃみたいなものをくれたんですじゃあ本当に次は最後のクエストだけどこれやったらファミコンのカセットあげるよって言われて A 君が渡されたのが歩道橋の手すりを歩けっていう指示なの。うんうん で,確かにこうでっかい国道みたいなのがあって歩道橋があるんですね大きい歩道橋が。でそこの手すりを渡りきったら「海事」みたいな感じですね。ね <laughs> あの渡りきったらあのファミコンを上げるからって言うんですで斜めになってるところは危ないから私が手を引いてあげようって言ってちゃんとクエストマンがこう手を持ってで、まあ、A 君こう斜めになってるところね上に上がるところを上がっていってでもここから一人でってまっすぐなっておと A 君はでもやめないのにすぐもうやる気になってですね熱に浮かされたみたいな感じになってとぼとぼとぼ歩き出すんですってええちょ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 みたいな感じでとぼとぼとぼ歩くんですってとぼ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 歩いててこっちもどうしようどうしようどうしようと思った時にまあすぐ言い訳で見たんだけどババーってトラックのクラクションが下からなってで、すぐにハッと我に返って引きずり下ろしたんですねで A 君もなんかすごい我に返った感じでああああありがとうありがとうみたいな感じになって。 でトラックの運転手がキーッと止まって「あないたな!キコラ」って言うからクソガキラっつってでそのバーッて走って行っちゃった。でクエストマンがあクエスト失敗だねって言ってアルミホイルを丸めたようなでもねこれぐらいの大きさ野球ボールだかなんだか何球の球とかねソフトボールの球が入るぐらいの こう丸めたアルミホイルに残念賞って書かれた紙。カタカナで残念賞って書かれた紙を渡してで。でさっと行っちゃったんですね。え、なにこれ。だけど、エ君は、こんなんいるから気持ち悪いっつってもそのまま付き合ったんですって。草むらに。まあ、そんな話が。体験があって、で、ここからはちょっと本当に起きたことなのかどうか、よくわからないんですけども。それからしばらく経って、でもう中学生になったのかな。 うん、でその中学1年に上がると他の小学校の子たちと、まあ、混ざるわけじゃないですか、うんそね、でその子たちになんか昔の話みたいになった時にその子たちの学区ではチャレンジマンっていうのがいたんですんでいろいろチャレンジさせてくれるっていう若い男はい,いだってえそれ絶対クエストマンだよみたいな話をしたんだけどでもなんかこっちがワイワイ話してるのに向こうはちょっと沈んでる感じなんですね。うん いやなんかうん、でもそんないやまあその話したくないんだよなって。なんでいやこれ別に俺の友達でも知り合いでもないんだけどの噂なんだけどそのチャレンジマンのいた学区その小学校でベランダの手すりから飛び降りて亡くなった子がいるってうでうわで俺たちう間では それ絶対チャレンジマンがベランダの手すりに一人でぶら下がって何秒耐えろっていう指示を出さないとかいるんですって他にもだ絶対それでまあ女の子らしいんだけどその女の子を死んじゃったんだよでも警察はその捜査できないんですよ自殺か事故かとしかないだってその時他同じ部屋に他の第三者いないからねそうチャレンジマンだったらそのチャレンジの紙を渡しただけなんで。 絶対、それはチャレンジ版だと思うんだよねって。言って。えじゃあ、さ。まあ。その子が飛び降りたところに。お供え物とかするわけですよね。お菓子とかジュースとか。してたんだけど。うん、それ聞いて、え、じゃあ。アルミホイル丸めた。銀色の。なんか丸いものってなかったっつったら。あった。 言うんで「すってでっ残念賞」って書かれたそのある日本のばか<お>れた丸いものがあって<お>でもだからその気持ち悪いからもうすぐ捨てられちゃったみたいでっていうのがあって「いやもうごめんその話したくないわ」ってもうそ,その子もそれ以上その話はしなかったらしいんですけどだからいろんな学区に同じ男がいて、まあ、これ階段じゃないかもしれないんですけどねもう。 もはや人トコアみたいな話なのかもしれないけど、うん、ただじゃあそのソフトボール大に丸められたその残念賞のアルミホールの中何入ってたんだろうなっていうお話は聞きましたね。気になりますね。うん、何入ってんのよ。うん、いやもうなんか怪人やねほんま、うん、子供たちにしか見えないやつかもしれないしの。うん なんんかかあったやんかほらロシアでブル,ーエールブルーホエールね、うん、まあそれはちょっとメインヘラの子たち集める人自殺誘導するようなね、うんうん、なんか似てるのは似てるよねなんかいろいろやらせてってエスカレートしていくっていうクエストを貸していって、うん、なんモ,モチャレンジみたいなのがもあるしねなんかそれ似てるのもんがあるなもしかしたら、うん、いや単純に何かねサイコパスの犯人っていうかそういうやつかもしれんけどこ怖いな。 六、はあ、さんがモーモーさんに紹介したい実話会談だったら聞かせてください。これは楽しみ。あのね、ちょっと最近聞いたお話で興味深いお話があったんですけど。なるほど、はいはいはい。あのまあ最近よくスリラナイトに来られる男性のお客様なんですけど、はい、若い方なんですよね。で、この方がね、非常にこう会談好きな方で,で、来店されるたびに。 いやこんな話聞いてきましたよとあ<ー>あの披露してくれるんですけど、うん、これが見事に面白い話ばっかりなんですよ。えー、すて言、えー、っててある時いつも、ね、こう面白い話聞かせてくれますけどご自身ではそういう体験ないんですかって質問したんです。はて質問しこんです。ってまりないんです。ってま問ないんです。って質問したんです。って言っていいのか。 非常に変な現象というのは見たことがあるんですすと教えてくれたんででこの方が大学生の頃だったっていうんですけどある時、まあ、神奈川県でちょっと用事があって泊まりに行かなきゃいけないと、はい、でもやっぱなんせ、ね、学生でお金もないホテル取る余裕がなかったんでどうしようかなとでそういえばあ高校時代に仲良かった同級生が卒業後に神奈川の大学に通って一人暮らししてるとるそいつのアパートを泊めてもらおうと思って連絡したら。 その友達もおぜひ来いよと、うん、で翌日彼のアパートを訪ねると,と2階建てのアパートの1階の部屋に友達住んでて「はい、でお前こういうとこ住んでんだ」って言ったら「うん、おお実はなこのアパート事故物件なんだ」と「ああほう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 えどういうことだ?」って聞いたら実は、えー、この友達が入る前なんですけど上の階で50代の男性が1人亡くなってると。 その男性がねある晩帰宅して、えー、お風呂に入ったままで亡くなってしまったとうん、えー、お湯も出しっぱなしだったのでそのお湯もね漏れてきておまけにその遺体もお湯なのでに、ね、傷、まあ、むのがはやってや、ねまあ、要は溶け出したそのお湯が 1>,、えー、1階の部屋まで漏れてきちゃったと、えー、で、まあ、もちろん今は2階の部屋もリフォーム入ってきれいで,で1階の部屋もね元住んでた人 あのちょっとそういうねいわ、うん、くがあってついちゃったからっていうふうに引っ越して、うん、でこの部屋も安くなってたんで借りたんだとえ、うん、そうなんだじゃあさお前今このアパート住んでてそういった幽霊とかって見たことあるのって質問したらな,ないと、うん、半年以上住んでるけどそういったものは一回も見たことはないなるほどただ奇妙なことは一つあるんだと。はい、ってって洗面所を指さす。ほう 毎晩な夜中洗面所に50円玉が落ちてくるんだとえどういうこと、まあ、ある晩ねその友達が気づいたらしいんですけど、はい、洗面所の床に50円玉が1枚ポロンと落ちてるでてっきり自分が財布から落としたんだなと思ってそれを拾い上げて財布に戻すんですけど翌日日もやっぱり落落ちちててるる毎日50円玉が落ちてるこれしかも全部別のものなんですよ。 古さですとか、ね、その、ね、刻まれてる年代の、はい、バラバラのものなんですよ。で俺毎日その50円を拾ってほらつい塀の隅に指さすとでかい瓶があるそこに50円玉がぎっしりつ積もったんですなるほど。でこれが何なのかわからないんだけど毎日夜中1時40分になるとどっかから現れるんだと。えじゃあ俺今日ここ泊まったらそれ見れんのるの、ね、見れる。で夜中になるのを待って 男2人じーっと起きてるんですけど本当にある瞬間コトンと音がする見に行ったらやっぱり50円玉は落ちてると<ー>これ一体何なんだ天井から落ちてきてるとかそういうもんじゃない隙間なんかどこにもないんです突然空間から現れるで、まあ、この家主の友達いわくねもしかしたらだけど上の階で亡くなった男性の罪滅ぼしなんじゃないか、うん まあちょっとね、うん、そういう迷惑かけてしまったっていうことで毎日五十円玉一枚落とすことで、うん、え何かねこの罪滅ぼししてんじゃないかな、うん、まあそんなことを言ってたらしいんですけどその友達大学卒業後消息不明なんです。<え>という話を聞かせてもらって非常にこのつかみどころのないというか変な話だなと思ってたんですけど<え>その数日後全 全く別の人から聞いたエピソードなんですけど、はい、まあそのね、えー、ある方のおばあちゃんって、はい、霊能者さんだったらしくて子供の時からねそのおばあちゃんに僕言って聞かせられたんですよ。よくね霊に取りつかれた人が家帰ってお風呂にねお酒入れて塩入れてはい、はい、そこ入ると取れるなんて言うけどあんなものは絶対取れないと。うん、じゃあ人についた霊取る時どうするか方法は一つしかない。 それを別の人に移すことだと。で、その移し方ってのがあるんだと。これ昔から取られてる手法で、五十円玉以下の小銭をいっぱい集めて、それを道にまくんだろ。知らずにそれ拾った人たちがそれを持って帰ると。ね、ね、もうとんでもない巨大なその年であっても分散することによって持ち帰った人がまあ擦り傷程度で。ほう。で、この手法を取られてんのが。 今でもやられてんのが東京とと神奈川だとえー、って考えた時なんです上の階から毎晩落ちてくる50円<ー>住み滅ぼしなんかじゃないんだと上の階で亡くなった男性その年を下の住人にずっと送り続けてんいただけてそれ知らずにその男性友達ね毎日それを集めちゃってるんですよね。てっていう話をね最近聞きましたよ。 いやすごいっすねいやそして気持ち悪いですね,ね50円で,でもなんか50円以下のものが散らばってたり道に落ちてたりするのなんかちょっと怖くなってしまいますよねそうですねだから道に落ちてる小銭に絶対拾っちゃだめだってなるほど言われるらしいですね僕拾っちゃいますけどねいや僕も拾っちゃうんですけどね、はい このの匂いの話でちょっと若い女の子から聞いた話なんですけど、はい、その子もう本当家出して東京来て3年みたいな子で、うん、まあすごい壁村の東北の方のすごいあんまり人が住んでない村で生まれ育ったんですけどだから家もすごいまばらにしかないんだけどいつも臭い家があって、うん。うん <laughs> 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 あの離れてても分かるっていううてて冬寒いのに、うん、その家の近くに行くと臭いからみんな臭い家だねって言ってる部屋が、うん、家があってで、まあ、その子、まあ、高校ぐらいの時に家でしたんだけどそれ、まあ、小学校の時にずっといて、まあ、ずっと臭い家だったんだけどだん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 臭くなっていって<ー>でなんかこれ1314ぐらいで。 あのまあ住んでる人は70歳ぐらいの男女だったんでんあのでもあそこおばあさんいたけどなってお父さんが言ってあでもおばあさんいるよっていつも夫婦でいるからっていやいやその,その人が娘でそのお母さんいたと思うんだけどなって言っててやや <laughs> そうなんだって <laughs> 言っててでもただ別に。 外に出なないわけじゃなくて、お父さんの方はすごいこうヘラへらとしながらなんかいろんな話をする人でまだ仕事もしててなんか大変なんだよもう年なのにこう何だったかなその誘導員かなんかやってて大変なんだよみたいな話をする軽い感じでするお父さんで,ででああどうなんだろうと思ってたらんかちょっと車で行ったところにあるような量販店みたいなところでその。 奥さんの方がすごい量の消臭剤を買っててあ<ー>住んでても臭いんだあ分かってるんだ分かってるんだ匂、ね、ってるんだ、うん、ってでなんかそこからまた1か月ぐらい経ったらもう多分あんまりにも臭すぎて誰かが通報したんだと思うんですけど、うん、なんか警察官が来ちゃってわーって中改めたらやっぱり。 そのお母さんが亡くなっていてい<ー>でも半分白骨化しているような状態でなんかもう20年ぐらい毎日こうおにぎり1個ポンと入れてドアを閉めるみたいな感じでもう糞尿部屋の中に垂れ流しだったから<ー>その匂いが外まで部屋の中の糞尿の匂いが外まで漏れて「臭いね臭いね」いねってなってて。 最後にお母さんが亡くなってそれが腐ってわーって耐えられないぐらい臭くなったっていう、はい、でそれで結局見つかってまあなんか逮捕とかまではされなかったらしいんですけど、まあ、当然警察に連れて行かれて、うん、改められてっていう感じになってでも奥さんの方はねそれから精神を病んじゃって。 何回も自殺未遂をし通病院に通院したりとかまあそういう措置入院みたいにな,、はい、なっちゃったんだけどそのお父さんの方は全然その後もヘラヘラしてて「<laughs> いやー仕事クビになっちゃって困っちゃったよ」って周りに行ってなんか別にね悪いことしたわけじゃないのにねみたいな感じでずっとヘラヘラしててなんかそれがなんかもう。 この人怖って思ったっていう話で何か久しぶりに帰ったらまだ臭かったっていう話して<ー> <laughs> まだ臭いも誰も手がつけないからですかそうそう多分その死体だけはなくなったけどそこ多分掃除してないからずっと臭いんだなって。住んでる人も臭いと思ってるっていうのとずっとお父さんがヘラヘラしてるっていうのが、ね、やっぱりみそかなと思ったんですけど <laughs> いや、まあ、そのへらへらしたお父さんねあれその感じはあれですねやっぱりあの人間の真の邪悪さとは何かをついて考えさせられる雰囲気がありますよね。というけいかでもお母さんにはおにぎり1個しか与えないような<笑><笑>でも逃げて長生きするんだなっていうの評価感じもありますよね。怖い 死ぬに死ねない感じだと外に出れないようなのだからなってるわけですもんね。そ,うですねそんな状況でも90近くまで生きちゃうっていういやー怖いはあ,ある程度でもうやっぱり空気が綺麗で、あで人がまばらなね田舎なんかに行ったって人のいるところは全て地獄ですよ <laughs> やっぱり。もうだから本当の本当の壁損肉なに行くのはいいかもしれない壁損っていうか村じゃないところで一人で住む。 ほうがいいのかなと思ったりとかそれはもうそうですねそれも余捨手ですよねだもう <laughs> だからもう人のいるところに行かないで余捨てない限りあの人が人余が続くところを常になんか、ね、地獄があるんだって軽井沢とか清里とかの別荘地とかだったらそこまで風習とかはないのかな いやでも風今のだって風習じゃないですよ、ね、風習じゃないですねよく考えますそうただただただその家の人間のやってる所業ですよやっぱりなんか <laughs> 東村山がギリかな <laughs> 自己物件で <laughs>、はい、まあそうですね僕はあのまあもうラムさんのがね。 エエググなんででい,いいですよ僕はもう本当に、うん、だから結局僕も全部だ僕ちょっと今日は爽やかでちょっと爽やかに嫌な話みたいな感じで全然こうスルッと入ってくる雰囲気でね <laughs> 皆さんもちょっとねこうラブさんでうぐってなると僕でするっとちょっとね <laughs> <な>ゼリーっぽく飲んでしまうまあこう話してるけどともみさんという方でともみさんはああのご自身が言うには。 ものすごくもうその霊感があって幽霊も見えるけど幽霊見えるだけじゃなくて除霊ができるって言うんでですね、うん、でも除霊をできる方法もちっちゃい頃から最初は気づかなかった幽霊が見えるんで怖いんで「消えて消えて」ってこう念じると念じるると消えるんだでまた出てくる時とかもあるけど結構強く「消えて怖い消えて」って思うと本当に消えんのよ。うん で何か特別な儀式をするわけでも何でもないけど私は消えてって願うだけで消えるからですごく幽霊がはっきり見えるから私はきっとものすごく霊感というか霊力が強いんだと10代の頃からずっと思って別にそれでお金を稼ごうとかも何も思わなかったけどもあのみんなが誰か困ってると消えてってすごく念じてあげるとその人についてる悪いものとかも消えたりして、うん、私これ結構ね あのみんなの役に立ってたはずなのよって言うんですね。でも、そうは言っても、そんなの別に霊能者になるわけじゃないんで。普通にお勤めをして働いていて、社会人になって。 まあ、あんまりそんな社会人になるとねあの幽霊を消すなんていう作業にもあの時間を割かなくなるんですけど、うん、<laughs> そしたら、まあ、学生時代から結構仲良かった友達が女友達がですねその言っちでは霊感何もないんで本当みたいなぐらいだったんですけどちょうど事故物件に住んだら。 前が女性が首をあのつって亡くなってしまってるっていう家で,でも完全に自殺してしまった家の事故物件でそこに住んででも住む時にちょっとためらったんだけどすごくいい場所でまあ定番だから安いんですね安い上えにまあ彼氏がちょうどその頃彼氏ができててで彼氏が「そんなもん信じないよ」と「こんな事故物件なんて言ったら人がいるとこなんてみんな亡くなってるんだからありとあらゆるところが事故物件で。 じゃあもう何だもん関東大震災で人もいっぱい死んでとか戦争もあってとか昔はもうもっとどっか行ったら戦国時代もあってとか全部出るのかみたいなそんなあるわけないだろうと人の魂なんていうものがあろうとなかろうととにかくそんな家の中に染み付いて悪いことなんかしないから大丈夫だよって彼氏がすごく言うんでまあそれもそうかなと思って気持ち悪いけど借りたのよそしたら住んだらいい家だなと思ったのもつかの間で。 するって、うん、私に、ね、はあなたみたいに霊感がないんだけど初めてすぐ近くで誰かが見てる自分のことを凝視してる気配を濃厚に感じるようになってでも彼氏に言ってもバカにされるからやっぱりここは昔からの知り合いで霊感があるって言ってたあなたに頼りたいもう友達のためなんでいいよって言って家に行ってみるんですけどまあ 彼女も霊感がねも美さん強いんで見た時にパッと普通は見えるのにその家に行ったら全然気配は確かに感じるんだけど見えないって言うんですね、うん、開けた瞬間にまあその本当に首に輪のたりでもある女がボっと立ってるかと思ったらそんなこともなくてこれちょっと分かんないねってなったんでなんか私のことをもしかしたら警戒して隠れてるのかもじゃちょっとあなたの家で好観光してしばらく住んであげるよって言ったんですね<ー>何日間か。 出てくるまで、で、出てきたら私消えてってやったら消せるからっていう。で、ありがとうって友達もまあ、ちょっと交換子して、ともみさんもしばらく暮らすんですけど。まあ、一日いても、ずっといてもわかんないんですよね。こんなことなかなかないんで、どこにいるんだろうと思って。でも、確かに私のこと見てる気配だけはすると思って、これは手強いなと思いながら、まあ、お風呂に入って。 でお風呂の湯船にこう使ってた時にこう使ってる湯船のところがボコ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 っと泡だったと思ったら下からそのまま笑いながら男の生首が上がってきたっていうんですねで男の首が上がってもうゲラゲラ笑いながらでも声があんまりしない声がしないけど大笑いしてるのだけ分かってその首がふわっと宙に浮いて浮いたあと自分の方を見ながらずっと笑ってるんですよ。 もうわざとも,うものすごくびっくりするようなところから出てきたんで、まあ、悪意のある出方なわけで,でも彼女もですねうわものすごくびっくりしたけど怖いけどもなんてことするんだともうこれをやりたいから隠れてたのかと思って「もう消えろ!」って念じたんですけど全然消えないんですってこんなことなかったんで「おかしい消えろ!」ってやっても消えなくて念じてる間にもずっと笑った後すぐ耳元で男の声で「お前も」 首吊り似合いそうだなって聞こえた後に全く見えないんですけど見えない冷たい手で首筋をスーッと撫でられる感覚があってもうギャーってなっちゃったんですねでもこれ家にいる間いくら消えてってやっても消えないんですよもう持ってたお守りなんか握ったりとか神仏に頼って消したことなんかないんですけどもうとりあえずお経とか読みながらやってみたりするんですけど全く効果がなくてずっと男の顔が彼女の方を見ながら笑ってて これか彼女のことを友達のことをずっと見てて気配を感じさせたので前の住人もきっとこいつのせいで亡くなったんだとだってそれを示唆するような言い方ですからねなんかお前も首吊りに合いそうだなでこの言葉が定期的に聞こえては彼女の首を撫でるんでもう怖いんですよねとにかくここは私にはもうどうにもできないから引っ越した方がいいと思ったんで友達に今の経イを言ったんですねですぐ引っ越した方がいいから でも友達の方から言ったら「そんな」みたいな急に言われてもみたいな「あなたあんなにできるって言ってたなんってないわけですよ。ってなって「いやでも危ないから」ってでもでも彼氏はちょっと違う「そんなことはないおかしい絶対あなたの方がおかしいって言ってるもん」とか言うんですけどとにかく何か言われがあるはずで「この部屋おかしいから不動産屋さんに一回聞いてみてもらった方がいい」って言ったんですね。たただだ前一人亡くなななっただけじゃいいかもしれない そしたらまあ不動産屋さんの男性とまあコロナの時期だったんでこうお家のお友達とあのともみさんと不動産屋さんとで3人でズームでつないだんですねパソコンで。ズームでつないで不動産屋の男の人が出てきて出てきた時に顔を見た時にもうそのままのけぞったんですねいつもあの浮かんでいる顔とそっくりの男の顔がその不動産屋の男の顔なんですよ。 でそれを見て「えっ!」と思ってたら「どうもはじめまして」なんて言ってる上にいつもの顔が浮かんでるんですね。ここれはののの男の生きよようなのかと思ったわけですよじゃあ不動産屋がこの家を貸し付けて首をつって亡くなった人で今ずっと女の子を入れて見てるって言ったらこれ本当にそもそも自殺だったのかみたいな気分にすらなったわけですよ。不動産屋のの男なんで,、うん、でそのことも もうそれを見て怖くなったんで適当に話を聞いて不動産屋は何の言われもないですって言って切るんですけどすぐ友達に「絶対にだからおかしいよ」「あの不動産屋自体が危ない」って言ったら「なんでそんなこと言うのあなた妬んでるんでしょ」って言ってよく聞いたらその不動産屋が新しくできた彼氏なんですよね彼女の。やるだから彼氏がもう全然大丈夫だって済まわしてるけどじゃあ絶対危ないから」もうその男は本当に 殺してたかもしれないよ。って言っても、そんなね人をあの自殺に見せかけて簡単に殺す方法なんてありません。とか友達が言ったりしてで、彼氏ができたから妬んでるんだ。みたいな雰囲気になってですね。で、彼氏の方もなんかそれを言ったら一応伝えたらもうすごく変な雰囲気になっちゃってでギクシャクしちゃってみたいになったんですね。で、友達は怒って。でも彼女も帰るしかないから家から帰って。帰 でもう友達からも,もう怒ってるんで連絡もろくに来なくなっちゃったんで、はいまあ、すっごい心配だけど。 めちゃくちゃゃく怖かったのでいいやと思って暮らしてたらある時会社に行って職場を出てランチを同僚と一緒に出ようとしたら、まあ、会社の玄関のすぐ近くのところに自然に立ってる風なんですけど例ののの不動産の男は立っているのが分かるかんですすよよ明らかかにに隠れてていで分かるようななでででるるうところに立ってるんですよでも本人はちょっとこう携帯見たりキョロキョロして、うん、たまたまいる風をするんですけどともみさんに分かるようにしてともみさんがギョッとして見てると目が合ったら自然にさりげない仕草で自分の首を こうやって触るんでこれは黙ってろってことなのかどうなのかも分かんないんですけどもうとにかくお前の職場も知ってるぞってことなのでもう怖くなって仕事を辞めて東京の職場から大阪に引っ越したってすごいです。ねね逃げましたもうすぐにもう引っ越して逃げてで逃げたんだけどもそしたら大阪に行って荷ほどきをしてでようやくここの新生活でほっとできると思った頃にまた例の男の顔が浮かんで。 あのそのまま自分の方を見て笑ってるんだって言ってでまた「お前首吊り似合いそうだな」って言われて首筋を撫でられたんでその時に初めて口封じ何て言うんですか喋るなとか、うん、そういう脅しですらなくてあ私はシンプルにこの人に気に入られて目をつけられたんだってことに気がついたんですね。ものすごく怖くなったんですけどだからといって自分を殺しに来るとろではないんですよ別に。 風のたりに聞いたらまだその彼も働いてる風だしでも彼女とは元カノとはうまくいかなくなってでその自分の友達は別れた後に何かあんたのせいで別れることになったみたいなのをお怒りになってもになって切れちゃうわけですよもう東京にこいつが勤めてるかを定期的にその会社を検索して調べるんですけどまあねいるのを確かめながら SNS とかで確かめながらですね こ,うこいつが大阪に来ないのかっていうのも戦々恐々として暮らすんですけど、まあ、そうは言っても人間だからだんだん慣れていって、ね、慣れていったら、まあ、顔は浮かんでるけどもう無視しようと思ってるんですけど <laughs> 結局誰か恋愛ができると恋愛して恋人とかができて抱き合ったりキスをするとキスしたりなんかこうイチャイチャしてる時に必ず冷たい手で見えない手で首筋を撫でられ続けるんでもうまともにもう恋愛もできなくなっちゃったんだ。 だから私こうあいつはもう多分なんか殺すとかそういうんじゃなくて一生こうやって私に不快な思いをさせるのが楽しいんだと目をつけられた私にってでももう恋愛を諦めておく山々さんって言ってでもねこれでいつあいつがこのままで我慢し続けるかも分かんないですよねいつか大阪に来て何かされるんじゃないかって気がするだから私に本当に決意してるんですって。 だから何かあったときはこの話をしたのを思い出して人に伝えてください。私このままだったらやられ,れる前に必ずやり返しやろうと思ってます。だから覚えといてっていう時のまあ、横顔がすごかったっていう記憶の話なんですけどね。<laughs> 怖いですね。という話ですね。